力に見入られし者をこそ恐れよ。皆様こんばんは。第24回ハースストーンワールドの配信をこれより開始させていただきたいと思います。この番組はブリザードエンターテインメント公認のハースストーンの情報番組でございます。ハースストーンにまつわる情報やゲームプレイなどなど盛りだくさんで20時から22時ぐらいまでお送りさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。私セントスでございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやもうですね、今回で24回ということはですね、まあ、いわゆる2クール、はい、もう半年やらせていただいてるわけですよ、はい、嬉しいですね、はい、正直この番組がいつまで続くのかっていうのは始めた当初は分かんなかったんですけども、はい、まあ、皆様が見てくださる限り一生続きますから、はい、ぜひぜひお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。はい、そして、本日はですね、そんな記念すべき日なんですが、ゲストにマシンクさんに来ていただいております。マシンクさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、詳しくですね、後でお話を伺いたいなというふうに思うんですが、はい、まあ、そしてですね、そのお隣にはですね、我らが第24回ハースストーンアイドル、はい、ゆっこさんでございます。はい、今月こそゆっこです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。まあ、詳しいことはね、後ほど伺いたいなっていうふうに思うんですけども、はい、本当にこのね、はい、名乗りの大喜利みたいになってるんで、そうなんですよ。最近ちょっと楽しみですね。じゃあもう毎回あれなんですか、はい、来る電車の中とかで考えてるんですか、はい、あ、今日は前日に考えます。あ、前日、あ、早いな。そんな重要なコーナーじゃないですけどね。わ、はい、かりました。よろしくお願いいたします。はい、この番組は、ハースストーンのファンの皆様と共に作り上げていく放送でございます。はい、その上でですね、デッキ .com というサイトを使いまして、様々なですね、デッキやカードの解説をさせていただいております。はい、ぜひですね、興味持たれた方はご登録のほどお願いいたします。お願いします。お願いいたします。はい。そうか。じゃあ、ゆっこさんは、今月こそはと言うからには、はい、聞いてください。あ、聞きますよ。どうしますか。初めてレジェンド行ったのが、はい、去年の9月末。そして、はい、それ一度しかレジェンドに到達してないんですよ。そうなんだ。はい。あらら。なんでもう1年経ってしまったんで。もう賞味期限切れますよ。賞味期限切れますね。そうそうそう。本当です。はい、なんで、どうしてもというか、まあ、実はオフシーズンじゃないですか。はい、で、今月でオフシーズン終わるんで、はい、今月がラストチャンスかなと思いまして。おー、なるほど、なるほど。先月、ちょっとあまりランク5で止まってしまったので、はい、もう今月ラストチャンスだなと思って、今月こそはレジェンドを目指して、頑張りたいと思います。なるほどね。多分ね、はい、レジェになりやすい環境と、はい、そうじゃない環境ってあると思うんですけども、はい、まあ、今は多分全環境に比べたらなりやすいのかもしれないんですけども、そうですね、はい、まあ、ちょっと選ぶべきとか、ズームもね、はい、なかなか強くなってますので、まあ、最後はちょっとアグロローグに頼ったりしようかなとは考えてるんですけど、それまではズーで一生懸命頑張っていきたいと思います。わかりました、はい。まあね、1年経ったら私レジ達成したんですよってもう言えなくなるっていうね、はい、今作ったルールがありますね。ええー、絶対作ったルール作ったんですか。いや、俺ね、はい、結構言うて割と最近なったから。最近っていつですか。いや、いつだったかな。全環境ぐらいではなってたような気が。あ、本当ですか。確か。だから多分まあ少なくとも半年は使えるんで。ああ、そう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 。最近は半年。はい、そうなんですよ。半年。まあちょっとね。じゃあちょっともう。今月こそはね。まあ、お互い頑張りましょう。はい、お互い、生徒さんも目指してくださいね。巻き込まないでください。ちょっとね、はい、まあまあそうですけどね。まあ、頑張りたいですね。はい。はい、じゃあ、まあ、ゆっこさん、その気合です。そして、今日はですね、天の声として、ウエストサウルスさんもちゃんといてくださいます。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。今日ちゃんと覚えてくれると思ってなかったんですよ。いや、今ですね、ウエストサウルスさんの声が聞こえたから、そうですよね、そうですよね。いるのと思って、ちゃんといつもメモってるんですね。はい、メモっているのに、はい、今日もね、この番組の説明の前にウエストさんって書いてありますよね。はい、そうです。だからちょっと場所間違えました。場所間違えましたね。そう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 。いいです、いいです、それぐらいは。はい。はい、はい、というところでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、はい、マシンクさんにいろいろ伺ってまいりたいなというふうに思うんですけれどもですね。うん、はい。まあ、どんな方かと、知らない方に説明させていただくと、うん、はい、まあ、ワイルドルールに、まあ、非常に強い方で、はい、まあ、なんとですね、先日行われました、はい、そのワイルドの世界大会で4位になったと、はい、もう本当にすごいですよ、うん、そうですね、はい、まあ、ワイルドっていうのはやっぱりそのスタンダードに比べるとやり込んでらっしゃる方が少ないという中で、うん、まあ、ここまで突出した結果を出すっていうのは、うん、並々ならぬものがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、はい、まあ、でもその前にですよ、もうこのね、ハーストワールドの恒例となっているですね。はい。なんでこの名前にしたんだ。
ところからちょっとね、伺っていきたいなというふうに思うんですけども。そうですね、気になります。はい。なぜこのマシンクさんなんですか？マシンがお好きなんですか？そっちですか？え？いや、特にあの考えてはないんで、はい、考えもなくて。噛んだってことですか？どっかまた降りてきたんですか？そうです。そんなことあんのかな？天の声が。天の声が。あ、自分が？天のお召し物？ああ、いや、ウエストサウルさんじゃないんですよ。ウエストサウルさんは天の声ですけども、なんかまあ、それとは違う天の声が、まあ、降りてきて、君はマシンクだっていう感じで、降りてきたんですね。そうですね。そこになんか疑問とかなかったんですか？いや、もうないです。ああ、そうなんだ。もうなんかゲームはこの名前でやっているみたいな。そうです、もうしばらく、はい、はい、この名前で。すごいな。私基本的にゲームフルネームで自分の名前。なんでそれもおかしいわ。そこは別にユッコって名前あるんだから、ユッコでいいじゃないですか。あ、でもこの活動始めてからユッコにしてるんですけど、はい、それ以前はフルネームで名前全部登録してました。あ、そうなんだ。あ、ちなみにこのハウスストーム始めた時はフルネームでした。あ、そうなんだ。漢字フルネームで書いてましたよ。めちゃくちゃ硬派ですね。はい、あ、なるほどね。まあ、名前っていうのはね、いろんな人がそのつける理由って違うもんなんですけども、はい、ことハースストーンにおいてはですね、はい、なんかその天から降りてきたっていう方が超多いんですよ。そうなんですか。なんか大体好きなキャラクターとか、例えばハースストーン始めてこのミニオンがいいですとか、はい、このスペルがいいからここから取りましたとか、あと好きなアニメとか漫画とかっていう方多いんですけど、はい、降りてくる系はね、ハースダントツだと思いますよ。そうですよね、天からね、どこから来る、どっから降りてくる。私も降りに行ってほしいな。いや、そうですね、いいネーミングセンスを教えてほしい。全くそういうの聞こえたことないですけどね、はい、なるほど。まあ、そういった形で、まあ、マシンクさんとしてやられているというところでですね、はい、まあ、そしてやっぱりですね、まあ、ハースストーンいつぐらいから始めて、で今どうしてこんな強くなっちゃったんだっていうところの流れが知りたいですね、うん、はい。まず始めたのが一昨年の12月、日本語化が来たぐらいから、はい、うん、はい、友達に誘われて、なるほど、はい、やりました。じゃあもう日本語化来た時にお友達はやられてて、はい、その友達が周りに広めようっていう中の一人っていう感じだったんですね。私先輩なんですよ。いや、そうだ、俺もそうですよ、俺もそう。12月から2ヶ月先輩。あ、まあまあそうなんですけど、はい、全然そこに勝ってるからっつって、他全て負けてますから、はい、なんでその胸張っちゃうんだろうっていうね。そうですね。さすがアグロアイドル、はい。いいと思いますけどもね。そんで、始められて、これ面白いぞと。そうですね、いうふうに思ったんですね、はいはい、でその時はまだスタンダードとかワイルドっていうくくりはなかったじゃないですか。ないです、ね、だから普通にスタンダードとか、はい、まあ、闘技場とかやられてたっていうふうに思うんですけども、はい、スタンダードルールが入って、はい、ワイルドと分かれたじゃないですか、はい、そっからワイルドっていうのに注目したのか、全然後なのか、どっちなのか。もっと後ですね。あ、そうなんですね、はい、まあ、いつ頃ですか、いつ頃からワイルド始められたんですか。カラザン環境の一番最後の月だと思う、おそらく11月だと思うんですよ。はいはいはい、はい、去年の去年ぐらいなんですね、はい、じゃあ割と最近ですね、じゃあなんかワイルドいいなって思っちゃったみたいな。そうですね、はい。なんか使いたいカードはあったんですか、ワイルドの中で。その当時はやっぱりレノロックがワイルド強いっていう。確かに確かに強かったですね。確かに。あ、じゃあレノが使いたい。そうですね、その時は特に、はい、強いレノロックを使ってみたいなって思って。ちなみに好きなヒーローって何なんですか。好きなヒーローは、はい、特にないです。あ、特にないんだ。もう全部、はい、なんかもう全ヒーローを、そうですね、はい、好き。じゃあ、強ければ使うっていう感じなんですか、それともなんかこう自分はどっちか、例えばコントロールが好きとか、はい、アグロが好きっていうところでの、うん、なんか傾向の中で使うんですか、どっちなんでしょう。割とでもコントロールが好きな傾向がありますね。なるほど、はい、じゃあコントロールの中で、まあ、今勝てるだろうと思ってるところを使っていくっていう感じなんですね、はい、でもこういった華々しい結果を残したっていうわけなんですけども、うん、なんかその原動力っていうのはあるんですか。そうですね。まあなんかずっとそのワイルドを人よりもやってたっていう部分なのか、はい、それともなんかこう独自の攻略があるのかとか、これの分からんと。いやでも私、うん、はい、先ほど聞いたんですけど、はいはい、コミュニティ顔出しタオルブルみたいなコミュニティ、ワイルドコミュニティがあるみたいな。あ、はいはいはい、そこでなんか結構いろいろ話し合ったりして大会出たんじゃないですか、はい、大会の時はそうですね。あ、そうなんですね、はい、この顔出しタオル部、はい、顔出しタオル部って名前すごいですね。なんかっていうところから気になるんですけどね、はいはい、フレンドが自分がちょっとワイルドのコミュニティないのかなというツイートしたら、はいはいはい、あるよっていう、はい、そのフレンドが顔出しタオルっていうリプライを送って、ああ突然それが何なのか分かりませんね、その単語が。はい、ちょっとよく分からないんですけど、顔出しタオルってね。ああ、そう思っちゃいますよね。ね、はい、じゃあ、ある意味天の声か。ああ、まあ、また天の声、また天の声が降りてきて、はい、その顔出しタオル部という、はい、活動名にしようというふうに、はい、
なんかどんな活動内容なんですか？まあ、ワイルドのあのデッキをなんかみんなで研究したりとか、はい、うん、あの例えばあのワイルドの良さげなデッキをあの、はい、紹介したりとか、そんな感じですかね、はいはい。それはあのマシンクさんが作られたわけではないんですか？元からあったんですね。いや、作って、あ、作ったんですね、はい、じゃあなんかその、リプがあったからその名前にして作って、はい、今何名ぐらいいらっしゃるんですか？今21名いますね。おー、はい、結構な多いですね。21名となると、そうですね、もしかしたらそのスタンダードルールで の, その LINE グループとかっていうものよりも、まあ、規模が割と同等レベルなんじゃないかな。そうですね、うん、はい。じゃあ結構マシンクさんレベルの強い方が結構いらっしゃるって感じなんですか？そうですね、上手い人もいれば、はい、うん、まあ初心者の方もいらっしゃるってところで、はい、そうですね。スタンダードルールの攻略っていう、あ、ごめんなさい、ワイルドルールの攻略っていうのは実際そのどういうふうに進めていくんですか？やっぱりそのどこの、はい、どこのサイトとか見ても基本的にスタンダードルールの攻略サイトとかっていう感じじゃないですか、はい、でなんかワイルドにスポットライト当てたその攻略サイトとかってあまり多分ないと思うんですよね、そのスタンダードに比べると、はいはい、でじゃあやっていくうちに俺このデッキで結果残したよみたいな共有し合うみたいな感じなんですか？そうですね、はい、そういうことが多いと思います。あ、でもその中でマシンクさんがしっかりと結果を出されたっていうことで、やっぱマシンクさんがもうみんなにとっての一番星って感じたんですかね？なんで先生、先生みたいな。あ、すごいですね。なるほどね、はい。まあちょっとですね、まあ、ゆっこさんは結構ワイルドやられてるんですけども、はい、自分はほとんどワイルド触ったことないので、はい、まあ、今日はそのワイルドの神髄っていうのをですね、うん、前回はですね、闘技場の神髄を教わったんですが、はい、今回ワイルドの神髄を教えていただこうかなというふうに思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、今回のですね、トピックに移らせていただきたいと思います。はい。はい、このようになっております。まずマシンクさんのワイルドデッキ解説、そしてその次は大好評のタイムアタックビルドバトル、そしてコミュニティニュース、こちらを行わせていただきまして、最後に視聴者対戦のコーナーです、はい、この視聴者対戦のコーナーはですね、今回ワイルドで行わせていただきますので、はい、皆様ですね、いつも通り対戦したい方はバトルタグをコメント欄に書いていただきたいんですが、はい、ワイルドデッキを今のうちに組んでおいていただくか、はい、まあ、もうご留意いただく必要がありますので、うん、そこだけご留意いただければと思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、早速ですね、マシンクさんに、デッキ紹介をしていただきたいというふうに思うんですが、はい、まあ、まずワイルドデッキといって、はい、強いデッキってあげるとするのは何なんですか？あ、上から3つぐらいあげてほしいんですか？上から3つぐらい。はい。やっぱり今レノプリストが一番強いかなっていう。レノプリスト、はい、今のハイランダー、スタンダード環境で猛威を振るってるレノ、はい、ハイランダープリストにレノが入っちゃうって恐ろしすぎません？だからほとんどの回復カード多分抜いちゃっていいんですよね。そうですね、はい、割と抜いちゃって、そのまあレノに回復を依存して、はい、でまあそのなんでしょうね、デスナイトのアンドウィンを出した後でもやっぱレノで回復できるっていうのは、はい、あの後ヒーローパワーで回復できないのってちょっと弱点でもあるんですけども、まあ、そこを補うことができるし、はい、まあ、単純に強いですよね、はい、うん、なるほどね、はい、さあ他にはどんなデッキ？他には、まあ、アグロシャーマンもやっぱりかなり強くて、あ、アグロシャーマン、はい、本当ですか？これが今挙げていただいてるものですよね、はいはい、こちらはどんな感じですか？ワイルドカードはどれですかね、うん、ワイルドカードは、まあ、おなじみのトンネルトラグ、リートーデムゴーレム、はい、まあ、ほとんどそうですね、はい、そうですね、はい、まあ、じゃあちょっと、はい、見ていきたいなというふうに思うんですけども、うん、これは、まあ、いわゆるその昔流行ったアグロシャーマンの方っていうのに対して、うん、そうですね、バリバリも入っていますし、はい、いや、このパワーメイスがちょっと気になったんですけども、はい、これは当時は多分入ってなかったと思うんですが、入ってないですね、はい、これはどういった意図があるんでしょうか？まあ、2マナのメカがいるんですけど、はい、一応いますね、まあ、はい、でもこれだけですよね、はい、これだけです、はいはい、シナジーはこれだけなんですけど、うん、もうこれだけだったらあまりシナジーは発動しなそうですね、はいはい、うん、基本的にまあシナジーは期待しないで、うん、単純には332の武器が強いと、はい、ですね、はい、いうことなんですね、はい、そして多分ですね、ワイルドじゃないカード逆にこれぐらいですよね、水の稲妻ぐらいじゃないですか、あと、広範囲ですね、あとパッチですか、はい、炎マトロン、あ、そうかそうか、ライトニングボルト、まあ、チラホラーありますけど、そうですね、はい、そうか、まあ、結構とんがった構成ではあるんですけどね、はい、私は質問なんですけど、はい、この間ワイルド大会のイベントを私コミュニティでなんか参加させていただいたんですけど、その時にワイルドのこのアグロシャーマンがスタンダードのアグロローグに全然勝てなかったなみたいな、そういうイメージがあったんですけど、はい、どうですか、ワイルド環境でやってみて。いや、全然不利とは感じないですけど、ね、はい、本当ですか、はい、あ、そうなんだ、やっぱり今のワイルドのアグロシャーマン序盤がかなり強いんで、あ、はい、
まあ、このトンネルトログとかですね、それからこのトーテムゴーレムっていうですね、この黄金連携がですね、やばいですよね。まあ本当にね、もうアグロシャーマンって多分1年ぐらいトップティアだったような記憶があるんですけども、はい、もうずっと支えてましたから。そうですよね。そうですね。多分このね、どのデッキにもいらっしゃいましたね。そうですね。序盤を支えてるんで、はい、まあアグロローは比較的展開は早いかなっていうふうに思うんですが、はい、多分もしそれが本当に流行ってるならば、シャーマンが多分 AOE を積めば、結構対策になるんじゃないかなと思いますよね。で、これはなんか伺ったところだと、はい、コントロールを見ているというデッキだということなので、うん、この回転式ザップオーマティックに、この岩ガチの武器とかをつけたりとか、してですね、かなり早い段階を削っていって、とどめはバリバリと、はい、うん、バリバリで。バリバリ強すぎますよ。はい、バリバリ、ちょっとね、まあ今は使えませんからね、ワイルドじゃなければ。まあ、そうですね、はい。こちらワイルドカードになってますからね。はい。というところでですね、まず一つ目、非常に今の環境で強いと言われているアグロシャーマンをご紹介いたしました。はい、では次のデッキお願いいたします。はい。そう、これ明治なんですけどもですね、はい、これはどういったデッキなんでしょうか。今、スタンダードで流行っているクエスト明治にクエストが入ってない方なんですよね。へぇ、なんかレノかと思ったら、はい、全部2枚ずつ入ってますね。そうですね、2枚ずつのカード多いですし、はい、まあ、レノの発動条件は満たしていないんですが、はい、これなんでレノが入ってるんですか。もうこのデッキはもう全部引き切ることを想定しているんで、はい、じゃあ残りのデッキが0枚になった時に使えばいいっていう、そうですね、はい、感じなんですね。で、クエストが入らないっていうのは必要ないってことなんですか。そうですね、総理3工程で、はい、コストを安くして、アントニダスと魔法使いの弟子でファイアボールでリーサルをかけるっていう、はい、あ、なるほどね。総理さんがいればもう他は不要だと、はい、いうところなんですね。で、コールドライトの達人士なんかもですね、はい、もしかしたらこれ相手コントロールだと結構こう、はい、カードなくなっちゃったりとか、ね、燃えちゃったりとかっていうこともできますし、はい、可能性もありますね。まあ、これ非常によくできたデッキなんですが、うん、まあ、実際動いてみたらどうなんだというのをですね、はい、この後私セントスと共にですね、はい、対戦させていただきまして、ちょっと見ていただきたいというふうに思いますので、じゃあ準備させていただきます、はいはい。こちらのデッキに関してはなんか有利不利なデッキなどありますか。やっぱりアグロ系には結構きつい感じがありますね。はい、アグロにはきついけど、やっぱりプリンストなんかには勝てる。そうですね、はい、うん、遅いデッキには勝てるような感じ。翡翠ドルイドとかどうなんですか。翡翠ドルイドも、まあ、相手の展開が早いとちょっと勝てなかったりしますけど、はい、はい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 、ちょっとごめんなさい、トラブルが。どうしました。ちょっとデッキが勝ってなっちゃって、はい、なるほど、はい、今組めそうだったら組んでいただいてもいいですし、はい、もしくは別のデッキでも大丈夫ですか。はい、すぐ組めます。あ、分かりました。もう一回画面に出しますか。あ、そうですね、一回画面で、はい、なんとなく一応出していただいてもいいかもしれないですね。ちょっと画面出していただいて、はい、ちょっとですね、トラブルでですね、一回デッキが崩れてしまっているということなので、うん、今ちょっと急いで組んでいただいているんですけれども、はい、まあ、じゃあちょっと集中していただいて、はい、ゆっこさんはどうですか。そのワイルドをやっている中で、はい、アグロが多いとかコントロール多いとか。いや、全環境のウングロ環境しか私正直触ってはいないんですけど、はい、その時にコントロールシャーマンがものすごく強くて、コントロールシャーマン、コントロールシャーマンがもうアグロ狩りみたいな。ああ、 AOE 超ありますもんね。はい、私アグロしか使ってなかったので、まあ、コントロールシャーマン一切勝てなくてランク2をいけなかったんですよ、はい、もうそれもう怒ったって思って、もう怒った、はい、もうゆこ怒ったって。どうしたその結果、どうしたんですか。ゆこ怒ったら、その結果、はい、コントロールシャーマンを自分で組んでみよう、あ、もうコントロールの時代だって思って。ゆこさんそういう人ですよね。そうなんですよ、で組もうとしたら、うん、ちょっとレジェンドカードがワイルドのレジェンドカードが多すぎて、あ、そうですね、ちょっと組めなかったっていう、 ですか。それでもうその月のレジェンド諦めたっていう。基本的にコントロールデッキの方が資産が必要になりますから、はい、まあ、そこはちょっと悩みであったりもしますし、はい、逆に言うと初心者の方は、うん、ぜひですね、アグロからまず組んでいただきたいなっていうふうに思うんですけども、そうですね、はい、なるほどね、うん、あ、そういう苦い思い出が、はい、でもなんか先ほど挙げていただいたデッキの中にコントロールシャーマンいなくなってたんですけど、そうですね、どうですか、コントロールシャーマンは今環境いますか。いや、今レノプリストが強くて、あ、そうか、はい、コントあのデッキコントロールにすごい強いんで、あ、まあそうですね、はい、対抗できなくなってしまったんですね。ヨコさん今集中して組んでもらったから振っちゃダメですよ。なんでヨコさん自然にだから俺らで喋りましょうねって話なのに、ヨコさんがどうなんですかって言っちゃって、ちょっと今、あ、大丈夫、はい、あ、もうでも組めました、はい、OK、わかりました、ありがとうございます、よかったです、じゃあ申し込ませていただきたいと思います、はい、いや、ヨコさんアグロだな。すいませんね、いいですよ、ちょっとお邪魔しちゃいましたね、はい、でもきちんとデッキを組んでいただけたので、
さあ行ってください。ちなみに生徒さんは何を使うんですか？そうですね、ワイルドの知識ないですし、はい、まあ、変に調べていってもちょっとなんか面白くないかなというふうに思って、はい、もう全くのゼロから、はい、あのハイランダープリスト組みました。おワイルドカードは何枚か入れれたんですか？まあもちろん、ある程度は入ってると思いますけども、はい、ハイランダーではなくレノプリストという名前になりました。あすみません、すみません、そうですね、まあそうですね、レノはもちろん入ってますね。はい、わ、はいはい、かりました。楽しみですね。はい、はい、じゃあ対戦画面に移れますかね。はい、すいません、ちょっと感染モードがバグってしまって、はい、ちょっと待ちますね。はい、少々お待ちください。はい、もしマリガン待つことができたら、あ、大丈夫です。はい、ちょっと待ってください。はい、これ何残そうかな。おー、なんか、うん、ちょっとまだ何も言えないですけど、そうですね、なんか例えばあのハイランダープリスト相手にはなんかどういうマリガンをしていこうだとか、なんか考えありますか？やっぱりカードを引けるカードを多めに持ってきて、うん、はい、そうなんですね。そうですね、はい、まあ、先に引いた方が勝ちですもんね。ハイランダープリストは常に、はい、そうですよね、うん、まあ、非常に展開が遅いデッキではあるので、はい、あの序盤から殴って勝つっていうプランはなかなか取りづらいんですよね、うん、はい、あ、回線ができましたね。お、大丈夫ですか？はい、あ、ごめんなさい、ちょっと一瞬見えちゃいましたね。じゃあ、マリガンしちゃいますよ。はい、はい、残り、はい、お願いします、はい、お願いします。セントさんの手札の方がちょっと見えないかもしれないですが、あ、見えるようにはなるんですか？あ、分かりました。はい、分かりました。はい、はい、どれですか？直しても大丈夫ですよ。一度感染許可か何かを、あ、見れました、はい、あ、大丈夫ですか？ OK です。はい、分かりました。はい、お、これはなかなかの手札ですかね。マジか。あ、すいません、ちょっとヒントとかないでしょ。ヒントではないんだ。絶対ヒントとかね、ないと思うんで安心してください。はい、おお、まさかのドラゴンハイランダープリーストですか？そうです。面白いですね、これもなかなか。これ厄介ですか？まあ、ドラゴンパーツは明らかに昔の方が多かったので、はい、まあ、こういった形に、してますね。はい、2ターン目はターンエンドという。そうですね、はい、いやこれね、すごい悩ましいんですけど、今ヒーローパワー置いてなかったんですけど、そのなんか理由はありますか？ヒーローパワーどうして、どういうこと？あれ、今2ターン目、あ、普通にあのマットサイエンティスト出して、はい、マットサイエンティスト展開したんですね、はい、すいません、失礼しました。今ちょっとあの画面を正面見てたら、はい、マットサイエンティストが展開して、あ、出なかったんですね。あ、なるほどなるほど。状況に今なっているので、そういうこともありますよ、はい、ゆうこさん。またバグったっぽいです、ね、あ、本当ですか？そうですね、はい、ちょっと一旦、はい、ちょっと入り直します、はい、はい、ちょっとお待ちください。ちょっと時間ギリギリまで、はい、まあ、次の手札を、次の行動を考えていただいて、ちょっとお待ちください。なるほど。どうですか、セントさん、手札の周りは。あ、まあでもなんか、はい、まあ、元々そのハイランダープリーストに対して、はい、そのクエストメイジっていうのがスタンダード環境でもかなり対策として、はい、強いデッキだなっていう認識なんですね、はい、で今回のこのデッキに関しても多分想像なんですけど、きついんだろうなと思いますね、はい、あの準備をしっかりして、うん、でやることができるようになったら一気にやるっていうタイプじゃないですか、うん、うん、でハイランダープリストもやっぱり準備にはかなりあの十数ターン必要にはなってきてるので、はい、まあ、ちょっとその前に少しでも殴りたいなっていう感じではありますけどね、うんうんうん、はい、ということで感染が再開したので、はい、大丈夫だと思います、はいはい、ここからさあ、ここから取るカードは何かな。へえ、お、珍しいカードなんですか？お、私はあの違うカードを選択しようとしました。あ、そうなんですね、はい、まあ、後ほどその意図をお聞きしたいですね。これはアイスバリアですね。アイスバリアの手ですか、はい、まあ、とはいえ殴んないとって感じですからね。そうですね、はい、序盤からゴロゴロ削りたいですね、パーツが。そうですね、はい、まあ、でもね、やっぱ序盤の火力はなかなか出せないので、うん、さあ、こっからセントさん順調にミニオンを展開しています。そうですね、はい、はい、まあ、シンクさんは、まあ、でも多分ね、ドローを進めるか秘策を張るかぐらいな選択肢が多分この段階ではないと思うので、うん、まあ、こっちはしばらくは殴れるんじゃないかなとは思いますね、うん、シークレット張りましたね、はい、シークレット張ってターンエンドですね。お、いいじゃないですか、セントさん、どんどん、はい、これも懐かしいカードですよね、はい、トワイライトの守護者、はい、トワイライトの守護者が効果を発動しているということは、はい、まだ手札にドラゴンがいるという。いや、いないかもしれないな。いないかもしれない。本当ですか？あれ、今私にはあの盾がついてるようなように見えるんですけど。いや、まあ、はい、まあ、一応、まあ、いるかもしれない、いないかもしれないぐらいね。あはははは、みたいですよ。そうそうそう、はい、さあ、ここから、またもやマットサイエンティスト。いいっすね。
これちょっといやらしいですね、マットさん。うん、まあでもやっぱり処理はしていきたいですね。はい、こうして、こうして。2つ目が剥がれました。そうですね。まあ本当は多分ね、無視して殴った方がいいレベルだと思うんですけども、はい、まあ、ちょっといろんなカードを見てみたいっていうのもありますし、でもね、この人間のグリマルートいつもね、もう結果を知っちゃってるから、外れようがないっていうもので、はいはいはい、ある意味ではチートですからね。そうですね。うん、チートカード。いつもチートカードこれ入れてるんですよ、ね。そう。いや、でもこれ入れないっていうのもさ、やっぱない、はい、ないじゃないですか。でも本当、入れないっていうのないですか？どうなんでしょうね。ああ。いや、まあさすがに、強いっすよ、やっぱこれは。まあでも、瀬戸さん、場に、4体並んで順調じゃないですか。まあそうですね。これいつもね手札回ってないイメージなんですけど、かなり順調。あの失礼ですよ。うん、あの俺といえばなんか事故るみたいな。一応このデッキね、あのワイルドのランクマッチを10戦ぐらいはして、はい、ある程度の勝率はいいなっていう感じ。まあでもランクが低いので、ね。ああ、うん、まあそうですね。まあ慣れてない方もいらっしゃる。まあそうですね。でもわざわざワイルド環境に挑むっていう方は結構慣れてる方も多いと思うんですよ。それで10勝ってもなかなかいいデッキに仕上がっている可能性がありますよ。まあ。結構いい感じですよ、ね、そうですね、まあ、今のところいいんですけど、いや強いですね、まあ、でも結局、うん、そのなんだろうな、凍らせちゃうことができるじゃないですか。そうですね。だからあんまりミニオンをいっぱい展開してもなんかこう働きがどうなのかなっていう、多分除去をわざわざしてこないと思うので、うん、はい、マシンク選手のヘルスが残り28ですね。なんかこのまま順調にいけば削り切れる可能性も出てきました。いやどうなんでしょうね。ただあんまりなんかドローが進んでない印象ではあるので。そうですね、うん、今のところはっていう感じですね、はい、まあ、多分先ほどおっしゃってたようにデッキを全て引き切って勝つデッキだと思うので、はい、まあ、総理さん工程が引けてたら多分割と早めに出してくるんじゃないかなと思うので、まだ引けてないんじゃないかなと思うと、まだ時間的余裕はあるかなとは思いますね、はい、ただこのデッキが結構ねアグロを見てるんですよ。だからちょっとね、はい、アングロデッキ用のカードが無駄になりそうだなっていう気はしますね。そうですね、はい、アグロデッキ、そうですね、そうですね、はい、さあもうこれで伊藤、うん、さんはうわー懐かしのハジャドレイク。そうっすね、はい、でもこれミニオン出したくないな。ミニオン出しちゃうともうミニオン出せなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、でもね、もう場に6体いますんで、その答えを知ってるからなんですけど、はい、その何でしたっけ、コールドライトの卓選手がいるから、はい、なんか手札焼きたくないから出します。そう、答えを知っちゃってるからこそね。そうですね。こういう選択肢もね、はい。もうできればいいですよ、なんかちょっと一掃していただいて。はい。ちょっとね、スペース開けたいんですよ。さあ、ここから、まあ、なかなか難しい。まあ、瀬戸さんが珍しく回ってますので、言い過ぎ、言い過ぎ、言い過ぎ、すいません、すいません、失礼しました、はい、すごく回ってらっしゃるんで、まあそうですね、これは難しそうですね。それとも、さあここはしっかり悩んでらっしゃいます。ただこのデッキはドラゴンデッキでもありますけども、ハイランダーデッキだから、はい、結局、うん、今の段階でバクサのラザが出せてないのはちょっと苦しいですね、うん、うん、マシンクさんどうですか、この感じ。もう結構困ってるんですか。いや、ちょっとドローカードが少なくて辛い感じ。ああ、そうですね、多分もう本来ならもっといろんなミニオンとかも出ててもいいぐらいですよね。さあこれはセントさんはハイランダーだからなかなかね、この終末予言者返す手札が難しい。そうっすね、とは思いますが、ね、いた。まあそうですね。持ってましたね。まあでも1枚しか入ってないですからね。3つ後1枚しかないのを確実に引いてくる。これ瀬戸さん初めてじゃないですか。ちょっと連呼すぎでしょ。すいませんでしょ。これ誰を回復させればいいんだろう。誰を生かした方が正解になるのかちょっと分かりませんね。そうですね、うん、マシンクス選手の AOE が何が入っているのかを覚えていたら答え見つかるじゃないですか。そうですね、こう、はい、どうなんだろうな。どうですか今この場面。いや結構きついなかなか厳しいと、はい、いやどうしよう、ちょっと待ってなんかねハンド切っときたいんですよね。怖いから。そう、焼かれそうなんですよ。2、4、6、やもうこれ多分いらんや。そうっすか、
からね、はい、本当はもっと切りたいんですけど、さすがにでもあんまり、いやこれもいらんかったな。さあここからデッキの内容知ってて、そうなんですよ、ずるいですよね。そう、知ってる強みですね。2,4,6,7枚か。そうなんですよ、マシンクさんのデッキの残り枚数が14に対して俺が15っていうところでほとんど一緒なんですよ、うん、多分この状態は、はい、あんまり芳しくないんだろうなと。そうですね、はい、もっとドローを進めていきたい場面ではありますね。さあここからフントスさんも今フロストノバとブリザード1枚ずつ使ったので、はい、結構そろそろ、難しいんじゃないかなっていう気がしますね、うん、お、自分でドローをしていく、はい、ここから難しそうだな。そうですね、はい、使うのか。あ、使っていきましたね、霊気の放射。あーはーはーはー、はい、このカードをピックした理由は何ですか？そうですね、はい、やっぱり時間稼ぎたいんで、はい、このカードの方から、はい、そうなんですね。なんか松明とね、はい、なんかこれがあったんですよ。なんか二択かなとは思ったんですけど、私だったらもうゴリゴリ松明でゴリゴリタイマスみたいな、なんかって急がかったんですけど、はいはいはい、まあ、別はね、削らなくていいですもんね。はい、よかったんですけど、デッキに埋まっちゃうのがちょっと、はい、このデッキだと困っちゃう。そうか、はい、引き切らなきゃいけないんでね、はい、ああ、そこまで考えてなかったです。さすがですね、瀬戸さん。いや俺に振られても俺ちょっと今自分のこといっぱいいっぱいでしたから、はい、さすがですね、セントスさんって言われましたもんね。すいません、失礼しました。いえいえ、とんでもないですよ。はい、セントスさん順調にドローを進めてますね。いや、そうなんですけど、はい、ちょっと場のミニオンが邪魔なんですよね。うん、もうちょっとまとめて焼いてもらっていいですか？どうしよっかな。そうですよ、だって手札を焼かれたくないんで。そう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 、はい、お、どうなんですかね。もっとでも大体でもなんか俺、はい、もったいないお化けプレイヤーなので、うん、ちょっとね、手札を無駄遣いすることにすごい躊躇があって、はい、本来ならもっとバババって捨てなくちゃいけないんですけどちょっとね、できないんですよ。はい、まあ、もったいないですよね。はい、作戦士いたら多分もうすぐ出してると思うんで、はい、今引かれてないのはね、不幸中の幸いですね。うん、多分すぐ出すと思うんだな。さあここからどうするんだろうな。まあでも徐々にではありますが、まあパートはね、そういつつあるんですが、これ2枚目のフロストノバですね。フロストノバを2枚目使用しましたね、はい、うん、どうすか、2、4、まあ、セントさん、これ、はい、やることないんじゃないですか。あんとね、はい、どうしよう場には7台きっちりと並ばれておりますね。そうですね、はい、何か手札切らないと次また燃えてしまう可能性が。ちょっと今ね、霊魂ベンダー打とうと思ったんですけど、はい、アジアドレイクのせいでダメージが2点になっちゃって結構致命傷だなって感じなんですよね。そうですね、はい、ちょっとアジアドレイクがちょっと強いカードですもん ね、このカード打っちゃおうお、打っちゃいました、打っちゃいましたね。でここで2枠開きましたよ、はい、でまたドローして、2,4,6,9枚か。どうですか今この盤面は、うん、AOE かなりもうフロストノバ2枚。そうですね、あとあったと、はい、まあ多分レシピちゃんと見てなかったんですけど、はい、まあ、ブリザードがあるかなっていう感じですけどね。そうですね、うん、ブリザードがもう1枚ある。そうです、ね、まだ1枚しか効いてないですね。さすがにでもドローカードかなり引かれてるので、はい、ちょっとドローカードが、お、ここで初級エンジニアが2枚、お、いいですね、来ましたね。お、はい、何も言えませんけど、はい、バクさんのラザーはどこに入ってないんじゃないですか。入ってないのかなバクさんのラザー。さあこっからマシンク選手の逆襲が始まるのか。お、もう凍らしてきませんね。
どんな秘密が。お、ブランからも。うん、発見、発見2枚ですね。そうですね、はい。いや、なかなかいいカードが。いや、でもね。そしてもう1枚は、おお。いや、どうなんだろう。これプリンスと、あの相手のプリンストに関してはドローを進めてっていいんですかね、はい、それともこれはどうなんですかね。え、どういうことですか。なんていうんですか、どうすればいいんですかね。だから生徒さんはどうしていくんですかね。いや、もう相手はもう顔詰めるしかないから、はい、あ、もう顔詰めるのか、はい、あ、そうですね、顔詰めるのみなんですが、はい、今ミニを殴りました生徒さんに関してはどう思いますかね。いや、どうなんでしょうね。そうなんですね。そうですね、まあ1点はとりあえずいいかなと思って、はい、はい、マシンク選手の手側はどうですか今。うん、はい、まあもう少しなんですけどね、うん、そうですよね、多分もうさすがにもう準備できてるはずなんですよ。残りデッキ枚数が6枚なので、はい、まあほぼ全てのカードが揃ってる状態だと思うので、はい、ちなみにね、あのラザマチですよね。そうですね、はい、どうにんだラザっていう。いや、メイジの面白いことは、あのセントさんこんなにプレイされてるのに、はい、マシンクさんはほとんど場面にカード出してないのにドローこれだけ。そうですね、できますよね、うん、まだ死んでないっていう。ああ、また進めていきますね。そうですね、で俺これでカード1枚燃えるんで、48ですね。マシンク選手が4、はい、残り4枚。そうですね、で、はい、俺が8ですね、残り8枚、はい、でこのままだと俺1枚カードも焼けるんで、はい、これがバクソンのラズか、あの影狩りアンドリーになったら終わりですね。ここまで来て俺両方引けてないのやばいな。ここでブリザード、あ、終わった。なるほどね、なるほどなるほど、はい、あ、いや、いいこと、いいことですよ。セントさんらしいですね。そうそう、俺らしいですね。そうですね、はい、あの手札を切らなかった。いや、切れないですね、あれは切れ、はい、あの、そうですね、これさあ、ここからセントさんの勝ち筋あるのか。そうっすね、きついかな。マシンクさんはまあそろそろ準備が、そうですね、いや多分もう普通にいけると思いますね、はい、うーん、これ序盤すごくなんか仙道さんがテンポよくミニオン展開していったので、はい、苦しいかなと思ってたんですけど、どうですかね、なかなか。いや、そうですね、これだけ展開力が強いと、うん、はい、はい、そうですね、あまり、うん、展開の強いデッキにそこまで強いってわけではなくて、うん、ワイルドだとあのスタンダードデッキよりもあの多いじゃないですか、はい、デッキタイプが、はい、なんかそのプレイングの違いなどとかありますか。うん、やっぱり極端なデッキが多いかなって思いますね。このデッキもそうですけど、はい、強いカード入れ放題ですもんね、はい、うん、ハンドイン見えちゃったな。でもその分プレインがしやすくなると思います、それとも難しくなると思います。うーん、そうですね、この手でも読まなきゃいけないデッキタイプが多すぎて。そうですね、難しいですよね、はい、どう考えても。私あのワイルド環境やったことあるということを皆さんにおっしゃってますが、まあアグロしか使ってないんで、ただあまりワイルド環境は理解できてないんですけど、お、あ、これ、はい、あのか必要なカード入ってないです、ね、あら、これ、あごめんなさい。あ、なるほど、足りなかったと、はい、はい、あれが、あれですよね、あれですよね、あああれがない、あれがない。まあでも、はい、まあ、事実勝ちですね。え、どうしたんですか。そうね、はい、はい、実際まだチャンス、ね、チャンスあります。あ、チャンスがあるってことなんですか、はい、あ、セントさんにチャンスがあるという可能性が、はい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 、なるほど。さあ、まずは秘策終わりました。そうですね、ハンド減らしたいんだよな。で代わりに何、
や多分これがあの、はい、あこれがいらなかったという、はい、これが多分違いましたね、ごめんなさい。えこれどうしよう、2、4、ロー、いや10枚ですよ。えどうしよう、これ何出したらいいんだ。1枚にして、残りで残り1枚、ね、あ1枚、あ死んだ。どうしました。いやいや、独り言です、独り言です。あ、本当ですか、独り言ですか。ちょっと間違えました。はい、まあいいや。まあ、ちょっとね、ミスは誰でもありますね。そういうことですよ。はい。カードがなくなった即座に。ああ。いやー、これで引けばいけますか。これああ、なるほどなるほど。手作りで手作りで。試練の紐で。来ましたか。あ。なんすかなんすかなんすか。いや、何も言わないですよ、戦闘さん。あ、何でもない、何でもない。何でもないです。何でも、ああ、そうですよね。そうですよね。何でもないですよ。いやー、まあ、楽しいですね。なるほど、なるほど。はい。まあ、あの、何を弾いたのかお楽しみですよ。はい。はい。さあ、ここから。悩むな。戦闘さん、残り30点削り切れるのか。そうですね。はい。もうちょっと。ハンドリングがないのがちょっときついですね。そうですね。はい。で。さあ、カザカスでパワーカードを作っていきますね。はい。さあここでマシンクさんはもう手札が、山札がないです、はい、ということは、はい、お準備ができたってことですか。ということはアントニダスからアントニダスを展開しまして、弟子、魔法使いの弟子を出しまして、もう一枚弟子がいるはずですよね、見てる感じだと、はい、いやこのカード1枚しか入れてなくて、あそうなんですね、あでも、はい、これではい、はい、ここからファイアーボールでフィニッシュですね。あなるほど、いやお見事ですね。いやうん、もうさすが、はい、本当に世界のトップ4って感じですね、はい、さすがデッキ外からちゃんと拾ってくるというね、そうですね、さすが世界ベスト4。いやちょっとねこれ反復、ごめんなさいデッキ間違えた、あいやいやとんでもない、はい、え代わりに何が入ってたんですか。あの、はい、普通の司祭ですね。あ、普通の司祭、はい、2枚、あ、2枚になっちゃったんですね、はい、なるほどね。提示していたデッキだとマットが入ってないですよね、最初にプレイしたのは。あ、そうなんですね、はい、はいはいはい、あそこかもしれないかな、はい、いや強かったな、それでも、はい、やっぱり世界ベスト4で、ね、さすが、はい、力を見せつけていただきました、はい、ありがとうございます、いや本当ありがとうございます、対戦、ありがとうございます、いやいやもうやっぱうまかったっすよ、はい、うん、ちょっとね、あの展開良かったんですけども、はい、その後ちょっとこうどうしていいか分かんなくて、やっぱワイルド奥深いなと思いましたね、はい、はい、さあじゃあですね、この後のですね、もう一つのデッキの紹介に移らせていただきたいと思いますが、はい、今日のですね最後のご紹介デッキのうちのこれがハンターですね、はい、まあ、ハンターというのは、まあ、今いろんな方があるかなというふうに思うんですけども、はい、でもなんか基本的にミッドレンジハンターから主流ですね、アグロのミッドレンジハンターが多いのかなと思うんですけど、はい、これまた変わったデッキですね、そうですね、巨人がいっぱい入ってるんですが、はい、さあこれは名付けるのが何ハンターっていうんですか、ナーガ巨人、ナーガハンターです、ナーガハンター、ナーガハンター、はいはい、ナーガの海の魔女、はいはい、入ってますね、そうね、どっちかカーソルを合わせて、じゃあそちらでお願いします、はい、ナーガの海の魔女、はい、こちら5マナ55、自分のカードの濃さ5、はあ、これを使ってどう展開していくか、うん、そうですね、このカードはあの凍てつく玉座の騎士団の時のパッチで、はい、あの、うん、巨人があの元々は全部あのナーガの海の魔女ですと5マナになってたんですけど、はい、そのパッチ後にあの、うん、例えば溶岩の巨人ですと、はい、あの、はい、5ダメージ受けてると0マナで出せるという感じで、はい、山の巨人ですと、はいはいはい、あの手札5枚持ってると0マナで出せるっていう感じで、あそうなんですね、はい、変わって、はあ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 、あということは5ターン目に7ダメの魔女を出してそれから巨人を展開していくデッキ で、ね、はい、へでこれがハンターなのは何か理由があるんですか。ハンターは、2マナのオーブのエレクや、はいあのはい、3マナの今の縫い目ですか、縫い目の付け、はい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 、あたりであの長野海の魔女を持ってきやすい、あなるほどなるほど、アーチがしやすいのが、はい、
あ、はい、しかもあの追跡術もありますもんね。そうですね、はい。はあ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 、そのた、いやなんかね、ハンターといえばですよ、やっぱりこう引いたカードに結構依存するところあるんですけども、うん、サーチ力買われてハンターっていうのはなんかちょっとワイルドらしいなっていうふうに思って、ね、そうですね、うん、あ、これ面白いですね。これちなみにラザーでも使えるようなデッキなんですか？そうですね、はい、あのテンポストーデンでもティア1に入ってる、そんなに強いデッキなんですか、はい、へー、面白い。結構じゃあもう本当に5ターン目にバーッと展開したら相手はもう返せないとみたいな、うん、そうですね、はい、感じなんですね。わかりました。じゃあですね、ちょっとこれ本当にすごい、はい、あの楽しみなんで、まあ、ぜひですね、これあのゆっこさんと対戦を次にしていただいて、はい、そのデッキをね、見させていただきたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします、はい。なるほどね。そういう、いや全く知らない知識でした。そのナーガの、巨人を出すっていうのが、そのパッチが入って出しやすくなったっていう。スタンダードっていう、ね。ああ、すいません、すいません。スタンダードの方ね。はい。さあ、ゆうこさんは今日は何のデッキを使われるんですか？もちろん。はい。アグロシャーマン。アグロシャーマン。おお。さっきのなんか見せていただいたデッキレシピとはちょっと違うんですかね？ちょっと違うかもしれないですけど、はい、まああのあるサイト、あの私あの先ほど言っていたような、うまあテンポソンさんを丸パクリしたデッキ。はい、ああ、そうなんですね。はい。まあ、基本的にあと私そこのサイトが大好きなので、あ、そうなんですね。あのそこのデッキを丸パクリするのが好きなタイプなので、このデッキをちょっと。ちょっと 2,3 枚チョコチョコっていじって負けるのが私のパターン。あー、はい、いじんなきゃよかったなみたいな。そうです、そういう感じなんだ。はい、あ、ちなみになんですけど、あ、これ感染大丈夫ですか？大丈夫です、はい、はい。ちなみになんですけど、ワイルド環境でズズって活躍してるんですか？あ、どうなんでしょうか。いや、今あまり見ない。あ、見ないですね。見ないんだ。強そうですけどね。はい、なんかいろいろ強いカードありますからね、はい、うん、そうですね、先ほどゆっこさんがもちろんって言った瞬間に皆さん、うん、多分ズーかなと思ったんですよね、はい、それはただのティア1デッキだったんですね。ワイルドでズーって本当私も聞いたことあまり聞かなかったので、はい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 、まあ、基本的に私あのティア1デッキということが大事ですよね。そうですよね、はい、はい、おお、そうですね、見た感じあの悪い手札じゃないなっていうふうには思いますけどね。本当ですか、はい、マシンクさんも。そうですね、まあ、とはいえ多分あの準備までには結構時間かかるので、はい、そのアグロデッキの展開次第ではかなりきついですよね。そうですね、はい、でも私アグロデッキですけど、ね、1段目に出せなかったです。はい、ちょっと苦しいですね。まあ、アグロシャーマンといっても1段目から出せるカードが多いわけじゃないですからね。トンネル取るがあったらいいなぐらいですから。ローテムゴーレム展開してまいります、はい、この 3,4 っていうのはね、はい、ハンターだとなかなか。そうですよね、はい、はい、これ除去できないですよね。そうですよね、これは、はい、これでマッドサイエンティストを出して相手に除去を迫るというところですかね。まあ無視するっていうのも手ですし、でこれオーバーロードがあるのでヒーローパワーを使って、これはこれ迷いますね。お、そうですか。迷っちゃうんですけど、はいはいはい、行きます。お、そして3ターン目。あれ何入ってたっけ、覚えてないですね。秘策、秘策は確かにそうっすね。秘策チェックし忘れましたね。ナーガにばっか目を行ってしまったんで秘策を覚えてないで、ああなるほど。24ですからトーテムゴーレムの殴りだけだと倒すことはできない。そうですね、プラス何にするかっていうところですね。そうですね。ステムになずまで4点与えてと、はい、はい、結構ハンターは回復はないでしょうから、うん、まあ本当にこの6点だけでも結構苦しそうだなっていう感じですかね、うん、そして4ターン目ですが、やっぱり 3,4 の除去が難しそうですね。お、私を舐めるなよ。なるほど。早いですね。ちょっと待ってください。はぁ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 、これ知りません。そうですね、これターン4でしょ、うん、恐ろしいんですけど。
これアグロシャーマンだと逆に厳しいかもしれないですね。はい、カエルも入ってないでしょうし。で、ここでハンドに帰っていくと。お、恐ろしすぎません？あれ、皆さん。反応してください。あ、いやいや、まあ、あの、はい、いつも煽りに煽ってるゆっこさん、この後どんな顔するのも楽しみだなと思って。え、もう21点ですか、盤面。そうです。あ、そうですね。はい、そうですね。え、もう21点ですか。そうです。間違いないですか。はい、もっと増えるかもしれない。嘘だー。とりあえずナーガを倒したいですよね。なんとか。そうですね。はい、じゃないともっとひどいことになりそうですね。あ、バリ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 、あ、ね、あ、調子悪いですね、今日ちょっと。あ、ほんとだ、今日ちょっと調子悪いですね、はい、まあ、やむを得ず岩越えつの敵で、ナーガを倒すと、はい、切りたくなかった。まあでも倒してよかったですね、ゆっこさん。そうっすね。っていうことは、まだまだ巨人が、いや、それは分かんないですけど、まあ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 、そこは、ね、トップシークレットですけどね。そうですよね。あ、うん、顔いくんですね、これ。そうですね、はい、これはもう顔でしょ。え、このデッキもアグロデッキに弱いんじゃないんですか。準備が結構必要そうです。いや、うん、相当弱い。あ、そうですよね。相当これ、え、これはじゃあすごく、はい、いい周りだったってことですか。そうですね、相手の周りが弱かったっていうのが、はい、大きいですから。負けたー。やっぱ1段目からトロフィーが展開してこなかった。あ、なるほどなるほど、行けなかったのが、それだけで結構大きいんですね、うん、はい、はあ、はあはあはあ、はあ、負けました。お見事でした。いやいや、なるほどね。面白いですね、はい、このデッキ。もう絶対ワイルドじゃなきゃありえないデッキですね。そうですね、はいはいはい、夢のあるデッキでした。はあ、なるほどね、はい、まあ、ちょっとなんかそうですね、スタンダードしかほとんどやったことないので、はい、なんか本当に、うん、あの見知らぬ盤面だなっていう感じですごく面白かったですね。でも私もなんか1ターン目に展開できなかっただけで、別にトーテムゴーレムも引けましたし、まあ、引けましたね、安定していたと思うんですけど、それでもすごいですね。そうでしたね、強いデッキでしたね。さすがでした。はい、ターン4に長が出せるのはすごい、もう本当トッププレイヤーって感じだったんですね。そうですね、まあ、追跡術もありましたし、まあ、あのサーチもちゃんとできてっていうところですから、はい、まあ、あのワイルド、ぜひあの今日紹介したデッキをですね、皆さんも使ってみていただければなというふうに思います。はい、はい、いやー、なんか面白いですね、ワイルドの環境。はい、なんかもっとでもその昔活躍してたそのすごい強いミニオンとかが、うん、なんかもう飛び交うような環境なのかなと思ったら、なんかもうそれはそれでまた独自のなんかこうコンボがあるような、そうですね、そんな環境なんですね。はい、はい、はい、なるほどね、わかりました。ではですね、次のコーナーに移らせていただきたいと思います。はい、続いてのコーナーはタイムアタックビルドバトル。やったー、いえ、来ましたね。これ毎回、そうなんですよ、大好評なんですけれどもですね、はい、ウエストサウルスさん、じゃあルール説明お願いしてもよろしいでしょうか。はい、こちらのコーナーですが、もうタイトルのあの通りですね、皆さんに即興でデッキを組んでもらって対戦してもらいたいと思います。で、それも構築する時間はわずかな2分しかないです。はい、うん、普通は自分ウエストサウルスが考えた縛りテーマに沿ってデッキを組んでもらってるんですけど、そうですね、はい、コーチはちょっとで、はい、ちょっと新しいチャレンジでもしようかなと思ってまして。何ですか。そのチャレンジは、はい、あの、まあ、ゆっこたゲストのマシンクさんのテーマを銭湯さんに考えてもらいたいと、はい、実はね、今日考えてきたんですよね。はい、はい、逆に、あの、銭湯スタイゲストのマシンクさんのテーマを、はい、ゆっこさんに考えてもらえればと思っていたんですけど、はいはいはい、ちょっとですね、はい、皆さん、はい、ゆっこさんの考えたデッキが、はい、ちょっとアグロすぎて、はい、ちょっとボツになっちゃったんですよ。なんだと？いや、そのルール、ちょっと、すごい知りたいんですよね。はい、そう、人のなんか提案がボツになるって、よっぽどですよ、はい、ゆっこさん。そうですよ。で、何を提案したんですかね。え、もちろんですよ、はい、自分の好みの女性を10倍入れたデッキを作ってくださいという。あ、なるほど、はい、だから以前、はい、女の子デッキっていう縛りありましたね、ありました、はい、それ女の子デッキではなく、はい、好みの女性を10枚入れて戦うデッキのを提案したんですけど、ウエストサウルスにダメって言われました。多分でもそれって、はい、もし自分が、はい、俺これ実は本当好きなんですよって言って、はい、ただの強いカードだけ入れたら、はい、なんか崩壊しちゃうかもしれませんよね。いや、もうお二人を信じてね、信じて、って思ってたんですけど、はい、ちょっとボツンされた。あ、なるほど、はい、じゃあ自分のルールは大丈夫だったんですか。セットさんのルールはバッチリ。あ、わかりました。じゃあ楽しみにしてますね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、
ことありますか、はい、大丈夫ですかルールは。このデッキビルドバトル、はい、はい、前回しました。あんまりこういうルールでも普段やられませんよね。いや、初めてです。そうですかね。まあ、だからちょっとこう、まあ、今回は、通常のその、縛りルールに加えて、はい、ワイルドで組むっていう、はい、プラスアルファのルールがありますので、はい、ぜひですね、ワイルドの知識を遺憾なく発揮していただきたいな、はい、はい、いうふうに思います。じゃあ最初の試合に関してはですね、どちらからやりますか。一応、セントさんの提案のテーマで、あの、ゆっこさん。あ、ゆっこさんから。はい、マシンクさん。はい、プレイしてもらいたいと思います。はい、じゃあお二人とも準備をお願いいたします。はい。はい、ワイルド環境でいいですか。そうですね、今日はちょっとワイルド特集的な感じなんで、せっかくなんで、はい、ワイルドで組んでもらいたいと思います。はい、さあ、どうだ。一応ゆっこさん、あの画面ちょっと映れるように準備お願いできますでしょうか。ああ、そうですね、すいません失礼しました。はいはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい、はい、じゃあテーマの発表はセントさんでいいんですかね。はい、はい、ではこちらになります。はい、じゃあ私が考案させていただきました低コストデッキ対決です。まあ、ゆっこさんのためのルールみたいなもんです。本当にアグロデッキっていうことで、コスト1のみにしようと思ったんですが、はい、そうすると、まあ、似たり寄ったりのデッキになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、コスト2以下のカードの、デッキを組んでいただこうかなというふうに思います。まあ、ワイルドだったら結構選択肢あると思うので、まあ、ヒーロー選択から考えていただいて、難しいですね。はい、まあ、ルールは2分ですけど、まあでもね、ゆっこさんほら、フリーのルールでもですよ、コスト1のカード15枚入れた人ですから、ね、そうですね、全然いけると思いますね。はい、そうですね、わかりました。じゃあ、準備ができたらば、行きましょう。はい。ウエストさん、じゃあ、カウントお願いしてもよろしいでしょうか。はい。はい。お二人とも大丈夫ですか。はい。はい。はい。じゃあ、せーのでいきます。はい。せーの、スタート。はい。はい。2分ですね。はい。コスト2以下ですよね。これじゃあ、左がゆっこさんでいいですか。左がゆっこさんで、はい。はい、右側がマシックさんですね。マシックさんですね。はい。いや、どうですか瀬戸さん、こういうテーマを考えるのは大変でした。いや、楽しかったですね。はい、はい、でもう一つは、あの自分がもう一個提案したのは、そのクエストを必ず入れて、でクエストを試合中に達成しないと勝っちゃいけないっていうルールがどうかなっていうのもあって、うんうん、まあ、こっちが採用されたんですね。はい、まあ、本当になんかシンプルではあるんですけども、まあ、自分がやって思ったのは、そのシンプルなルールでも結構その2分間という縛りがあると頭がいっぱいいっぱいになっちゃうから、そうですね、あんまりね、ここね、なんかいろんなルールを盛り込んだりしない方がまあ、いいんじゃないかなっていう個人的な。でもね、これ本当ね、ゆっこさんに対する優しさでもありますよ。そうですよね。さんまのカード入れようとしちゃった。これでコントロールで組めとか言ったら、もうゆっこさん、もうよだれだらーんってなっちゃったら、はい。あ、もうできっぱいになっちゃった。ちょっとどうしよう。いいじゃないですか。もういいじゃないですか。あ、ゆっこさんも完成ですね。ちょっと1分です。あと1分残ってます。アクロすぎる。ずっと入れてたら、ずっと入れてたら、じゃあいらないカードいっぱいある。いらないカード。いらないカードいっぱいあるから。いいですか。まあ、でも補充する時間もありますからね。はい。どうしてもね、このプロの方が勝っちゃうんですよね。はい、あ、そう、いつもね、そういう傾向があります。そうなんです。まあ、自分はこのルールは全敗ですし、ゆっこさんも、まあ、勝率は比較的悪いんで。そうですね、一勝ぐらいしかしたことないと思います。そうですよね。やっぱりね、はい、カード知識ある方は強いんだっていうのをですね、まあ、見ている方には、ぜひ体験していただきたいなっていうふうに思います。はい、あと、まあ、よかったら、この時間を使って、ぜひ皆さんにもですね、自分の端末でデッキ組んでいただいて、俺こんなになったよ、みたいな感じでですね、ちょっとや試しにやってみてもらいたいですよね。なんか入れたカードいっぱいある。ゆっこさんは結構揃っております。さあ残り時間、これあと残り10、あと15秒ですね。はい、はい、さあどうですか、ちょっと時間がないので大急ぎで、あと3枚ありますか。3枚、ゆっこさんも逆にいますかね。ゆっこさん、あ、でももうちょっとまだ見たい、はい、あ、見たかった、終了です。じゃあ適当に入れちゃってください。はい、はい、はい、というところでですね、デッキ完成となりました。ではですね、はい、対戦の準備お願いします。ワイルドでお願いいたします。はい、はい、あ、大丈夫です、大丈夫ですね、今週は。あ、もうこれもう見た感じ大丈夫だと思いますね。大丈夫ですね。はい、1、2、3、はい、OK ですね。じゃあこれ試合始まるまではお互いのヒーローもわからないという状況でやらせていただきます。はい、あ、間違えた、フリーじゃなかった。はい、いいんですよ、それでラダーに行っていただいてもね。まあ、ラダーで勝ったらどうするんですか。勝ったらもうびっくりします。マシンさんですね。どうなんでしょうね。もう思い切って2コストケレセスとか入れちゃって、すべて1コストっていうのはありかもしれないですよね。面白いですね。じゃあ行きますね、対戦。はい。はい、楽しみだな。すべて1コストにケレセスですか。あ、それは面白いです、ね。はい。まあ面白いですけど。あの私1番で30番いっちゃったんで。ありでしたね。すげえな。ゆっこさん。入れてくれ。っていうカードを入れたら30枚になってしまったんで、完全に左から行った感じですよね。そうですね、左から順番に入れてきました。なるほどね。さあ試合が始まりました。
マシンクさんは、ハンター、そしてユッコさんがお、ハンターですか、はい、残しますか。なるほど、まあ、せっかくなんで、せっかくですからね、はい、楽しんでいきましょう。いいっすね。さあこれはですね、なかなか見ることがない、ハンターのクエスト、コスト1のミニオンを7体。それは考えてなかったな、はい、っていうルールですからね。ちょうどいい、はい、いいですよね。かなり今回のルールに適してるかなっていうふうに思うんですが、ちょっとハンドが、もしかしたらですね、はい、そうですね。展開しよう。はい。先にジャグラ出した方が超有利ですからね。そうですよね、はい、いや苦しいです、苦しいですよね。これでも単純にシャーマンは普通に強そうだなって気がしますね。そうですね、うん、これさあ次2コストですが、おしっかり焼いていきますね。ライティングボルト、そしてファイヤーフライを展開して1点ダメージを顔に与えた、はい、これクエスト達成後何がもらえるんでした。自分のデッキにラプター15枚を混ぜるか、すごいですよ。あまりまだ入ってないんですけどね。うーん、なるほどね。そうですよね、2マナは多分10枚以下ですよね。そうですね、そうですよね。この2種類、あ、もあともう1種類ぐらいですか。なるほどなるほど。これがですね、ゆっこさんの魔力なんですよ。はい、え、なんですか。いやいや、なんかこう、はい、ハンドがちょっとすごい、あ、ハンドがちょっときついと。そうですね、はい、さあ、ここで1点与えるんですが、なかなか難しそうではあります。そしてこれシャーマンはですね、AOE も結構ありますし、まあ、焼きカードも多いですし、ミニオンもかなり強力ですからね。まあ、先ほどのトンネルトログや、トーテムゴーレムとかを代表にして、ね、はい。クエストが、まだ1か。そうですね。あー。コメントで猟犬を放って入ってるのってあるんですが、それはルールでは入れれませんからね。あ、そっか。はい。そうですよね。3マナでしたよね。あ、まあこういうこともあります。まあそうそうそう、まあこういうこともあります、ね、まあこういうこともあります、はい、これは悩ましいですね。そうですね、はい。どうする、確かにどうしますかね、これ。そうですね、ライバルリーダー、もうお互いをね強くするっていうことで、まあ、ハンターの辛いところとしてはヒーローパワーがダメージを与えるしかできないので、どうしてももう手札がなくなりつつあるっていう中で、まあ、もしかしたらこれウォーロックとかも面白かったかもしれませんよね。そうです、はい、ウォーロックですと、まあ、ヒーローパワーでワンドローできて、さらに展開することもコストが安いのでいけるでしょうからね。これちょっとマシンクさんきついですね。いや相当きついですね。そうですね、このユッコさんのシャーマンの選択はかなり良かったんじゃないかなって気がしますよね。そうですね、うん、なんか1マナ2マナ帯が強いって、はい、もうシャーか思うデッキがこれかなっていう、うん、このエルフのシャフで1点与えた後にパッチって殴って倒す、うん、原始民の通ってもしばらく倒せなそうですね。そうですね、辛いですね。いや強いですね。見慣れた光景ですね。はい、いきますね。そうですね、そうですね、クエスト、あ、まあ、今2マナ入ってないんですけど。そうですね、マジで2マナしか来ないですね。プレイブズーカ非常に強いですが、ちょっと突然遅しな感はありますかね。引いてくるのがほとんど今ない。そうですね。いやこれね、基本的にはこのルールはいつも1試合しかやらないんですが、ちょっとね、もう少し周りがいい時の試合もちょっと見てみたかったですね。それ全然ありますよね、この、はい、このコーナーでは。はい。でもこうなるとね、このシャーマンはもう展開力随一ですから。はい、そうですよ。はい、トーテムもありますもんね。
いやどうしようもないですね。一応凍らせて、とりあえず凍らして、はい、広場打ってクレズズーカどうしようみたいな。あのこうやってワイルドのカードをいろいろお見せすることで改めて昔活躍していたカードのねカードパワーっていうのが見てる方にもですね、はい、伝わるんじゃないかなと思いますね。いいっすね。ゆうこさんいい構築じゃないですかこれ。なんか焦ってた割に、はい、結構いいですよね、うん、なんか1分でできたデッキにしてはね、はい、かなりいい気がしますね、はい、強いですね。そう強いですよね。あこれってまだ、まあ、とりあえずちょっと対価打とこ。関連ではそうですね。これで11にしかなります。おおっ、すっかり忘れてたこれ存在。いましたね。あそれいたわ。いましたね、はい、112種しかいないという知識が間違ってますね、はい、あしかしこれはそうですね、苦しい展開ですね。魔力の一種打って、はい、これはなかなか、まぁ、あ、ちょっとね、あの、ニコスのカードをモリモリ引いてしまったというところは難しい。もしうまく回ってたら、ちょっとまた違う展開もあったかもしれないですけどね。はい、というところで。ありがとうございました。いや、でもユッコさん、この時かなりいいですよ。嬉しいです、うん。やったー。いや、いいっすね。これはい、いや、確かに確かに。いや、でもね、そう、ヒーロー選択がまず良かったと思います、ね。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。シャーマン、まあそうですね、他にもいろんなヒーローいますけども、はい、なんかシャーマンが一番良さそうだなっていうのをちょっと見て感じたんで。うん、はい。まあでもね、このルールは、やっぱりユッコさんが得意なんじゃないかなと思って。はい、ちょっとね。さすがです。はい、いやいやいや、さすが、さすがセントさんが考えたテーマです、ね。はい、いや、思って大事なアグロでしたね。1分間の間でデッキ組めちゃったみたいな。信じられない速さでしたね。はい。さあ、というわけでですね、次は、はい、私セントスと、対戦をしていただくという形になるわけなんですけれども、はい、次のルールはじゃあユッコさんの案はボスになってしまったので、そうですね、私の案がボスでした。一応対案はこちらで考えて。わかりました。はい。ありがとうございます。すいませんね。はい、じゃあ対案の。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい。あ、準備できました。じゃあ、アグロすぎます。ちょっと待ってください。まだこっちもね、あの準備できてますので、ね。はい、あのちょっと準備しなきゃいけないです、ね。じゃあ、デッキ構築の前で、ワイルド、OK です。で、私の、ちょっとあの、これを解除しなきゃいけない、ね。あ、そうですね。確かに、はい。お願いします。そして、こちらが、はい。少々お待ちください。いや、一応、ユッコさんにも、はい、もしかしたらボツになる可能性があるから、はい、ダイヤも送ってくださいって言ったんですけど、はい、多分自分の日本語はユッコさんに通じないってことは、はい、ある。もう結構前から知ってるんで、あ、なるほどね、通じてなかったっぽいですね。すいません。いやいやいや、もう慣れてます。惜しかったですね。大丈夫です。確かに、そうですね。惜しかったですね。はい、はい、まあ、でも、そうですね、このルールも多分楽しいルールになってると思いますので、はい、ちょっとね。楽しくやらせていただきたいなというふうに思うんですが、はい、じゃあ準備大丈夫ですか。はい、こちら2人とも大事ですね。はい、じゃあよし、テーマはこちらになります。コストが奇数カードのみ、カードデッキですね。あれでも奇数っていうのは、あ、ごめんなさい、あの、はい、偶数ですね。あの、0、2、4、6、8、10、偶数が OK なんですか。偶数が OK ですね。偶数が OK、はい、偶数が OK、 奇数カードは禁止ですね、はい、はいはいはい、奇数カード禁止ルールですね。はいはいはい、大丈夫そうですか。うん、はい、せーのでいきますよ。はい、わかりました。2分は、はあ、せーの、はい、スタート。はあ、こちら右側が多分セントスさんで、はい、左側がゲストのシンク選手です、ね、はい、はい、そうですね。あ、お二人とも違うヒーローを選択したという、ね、そうっすね、まあ内緒ですけどね。そうっすよね。はい、大丈夫ですよね。はい、はい、前回あれですよね、あの奇数対決ってやりましたよね。そうでしたっけ。私なんか奇数デッキ組んだ記憶があるんで、今回は偶数なんだなという、はい、なるほどね、はい、ちょっと偶数か。あ、前回3のつくか、あ、前回じゃなくて前々回か、全然そのまた前か、なんかいつかなんか奇数は多分第2週ぐらいやったんですね。あのデスナイトカードと、あの奇数カードのみが、うん、あ、そうですよね、はいはいはい、そうなんですね、はい、今回はちょっと偶数ですね、すいません、ちょっとテキストの、あ、大丈夫です、大丈夫ですよ、はいはい、いや、でもなかなか良さそうなデッキを、
俺ね、ちょっとヒーロー間違えたな、これ。ちょっと、マシンク…まだ時間ありますよ、瀬戸さん。いや、でももうね、もう作り直す時間はないですね。1分10秒ぐらい経ちました。はい、あの、マシンクさん、現在18枚入れてますね。瀬戸さんが20枚入ってます。20枚ですけど。はい。あと残り半分ですよ。そうですね。はい。ヒーロー間違えた気がするな。さあ、ワイルドカードを何でも使って OK という。もう何でも1分半です。はい。あと30秒です。はい。さあ、どれにしていくんだ。いやこれいや全然。私カードも入ってますね。全然わかんないですね。はい。はい。ロープの音始まりました。はい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 。マシンクさんが残り3枚。セントさんの残り6枚ですね。頑張って。ちょっと急がないと。待って、もうね、数秒ですよ。はい、わかりました。じゃあ、もう見えてる中から適当に。はい、見えてる中から適当に入れてください。あと2枚です。はい、はい、はい。はい、さすがに。今、ちょっと、失敗しました、失敗しました。はい。まあ、でもしょうがないですね。時間切れですもんね。はい、ということで、まあ、瀬戸さん一度デッキを見せていただいて。ああ、ごめんなさい。はい、そうですね。はい。すべて偶数のみですね。そうですね。マシンクスさんは大丈夫です。多分。セントさんも。はい。あ、今抜けてない。あ、ごめんなさい。今抜けてないです。大丈夫です。大丈夫ですか、はい。はい。さあ、行ってみますか。わかりました。これね、ちょっときついと思う。じゃあ、こちらからお誘いしますね。はい。はい。2、ワイルドで対戦を取ると。ちょ、このルールね、今まで全敗だったんですが、はい、記録更新しそうです。記録更新しそう、はい、まあ、最後に焦って入れたカードもなかなかですね。いや、ただ、引かない可能性もありますから、ね、はい、そうですよ。そうですよ。はい。はい、まあ、ハースストーンはね、半分近く効かない可能性もありますもんね。いや、おとなしくプリンストにしとくんだったなぁ。願おう。セントさん、でも、比較的、はい、あ、もうヒーロー出ましたね。うん、比較的、このルールで、メイジを使ってるイメージあるんですか、ね、まあ、やっぱり単純に、例えば、はい、コスト2って言われると、はい、メイジのカード強いなって単純に思っちゃうところがあるんで。そうなんですね。はい、マシンクさんは、シャーマン。選んだ理由は何ですか？翡翠がやっぱ強そうだなと思って。翡翠を育ててこう。2、4、6であるんで、はい。もうなんか見る限りデッキ構築のような、なんかデッキがきちんと構築されてるようなデッキが見えたかなと。そうですね。ゆこさん、単語が行ったり来たりしますけど大丈夫ですか？はい、すいません。いや、いいことですよ。はい。はい、そして、まず、マシンクさん。シャーマン、どんなシャーマンになってるんだろう。一旦目は何も出せないんですね。はい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 。さんは展開するのか、それとも。そうっすね。いや、ちょっと。展開していきますか。コインを使いましたね。コインからの。スノーチャガー。これはワイルドワイルドカードですね。はい。まあ、やっぱせっかくワイルドだから、ワイルドカード無理やりでも入れたいなと思って、はい、スノーチャガーは強いんじゃないかなと思って。呪われたくも。これも強かったですね、昔。そうっすね。はい。もうこれ、今の図に入れたいですもん。そうですね。入れたいですよね。はい、あ、でも、ケレセス2だから入らないか。あれ、ちょっと皆さん、ちょっと。いや、ゆこさん、どうしたんですか、はい、なんか、いつも以上になんかテンションが高いのか、わかんないんですけど、はい、なんかすごい。楽しいんでね。あ、本当ですか。はい。まあ、そうですよね。人生やっぱ楽しいですよね。そうです。人生は楽しいです。おはい、今日チャットにも書いてあるんですよ、ね、ゆこさん、いつもよりテンション高くない？あ、本当ですか。いつもこんな感じで陽気ですよ。いや、そうですよ。いや、そうそうそう。はい、いや、俺もそう思ってます、もちろん。はい、そうですよね。そうそうそう。はい。はい。いいことです、いいことです。いいことですよね。はい。はい、これ、どうすっかなぁ。そうなんです。今日はワイルドスペシャルということで、私、ワイルドユーコになってるかもしれないですね。あー、なるほどね。ワイルドですね。確かに、確かに。ね、はい、こっち、現在3ターン目になりますと、はい、今名の、カードを出すかヒーローパワーかもしれないと思いますかね。お、魔法使いの弟子からの深夜だけも。あ、なるほど。あ、これ難しいな。おお、取ってきたか。そうですね。なかなかいいカードが揃ってましたね。はい、選択肢が結構多かったんで。はい、そうですね。はい、選択肢はなかなか多かったです。ということで。はい、これもまたどんなシャーマンなんでしょうね、うん、ちょっと想像つかないな、
コーナーの下の方でも展開して、うん、場面を一掃しつつまたもや呪われた雲を展開していくという、はい、やっぱり強いですねこの感じ。強いっすね、はい、おっ、うわー、ドブネズミ、これはいや、きついっすね。これはまあ、嬉しいんじゃないですかね。まあ、でもああいうハズレではないんじゃないですか。いや、ただこれ今の段階だとちょっときついですよね、はい、いや、そうですね、場に結構残っちゃうんですよ。いや、待った方が良かったのかな。で、これでやられちゃいますからね。ここで盤面を一掃して強いですよ、マシンクさんの盤面。てかね、最後に入れたいらないカード2枚が来ちゃった。これどうしよういや、終わったわこれすごいっすよね。そう、最後時間がないと思って入れた2枚が来たから、はい、そうですね、これは神引きと言ってもいいですか。いやー、あのね、俺らしいいとこ出てますね、はい、そうですね、はい、いやー、驚いたね。これは驚きました、ね、驚きますね、はい、これどうすんだろうさあ、5ターン目なので瀬戸さん AOE はないですね。ないですね。これもうね、俺実質ハンド1枚ですからね、そうですね、はい、あの引かないことを願ったカードが来ましたね。ちなみにこれマリガンでも返したんですよ、1回あそしたら返って1回返してあ戻ってきました、はい、お展開していく、はい、これはあれですよね、あのフレームストライクもないですし、そうですね、7マナなんで、はい、展開していくのが一番だという。ただ知能回帰もないですから、はい、まあ、もうちょっと時間は稼げるのかな。まあそうです、はい、まだ、まあ、リーサルいきなりってことはないと思うんですけど、はい、なさそうな。もうでももう明日朝ごはん何しようかとか考えてるレベルです、ね、まだ分かりませんよ。いや、分かるでしょお、もうオールフェイスですね、はい、せめてデスナイト入れれるヒーローにするべきだったないや、これね、神が来てくれると信じたいですね、はい、これどうなんですかね。左を取りたいですけど、あれ、もう選べました？まだです。あ、まだですか、はい、これ今次瀬戸さんのヘルさん残りいくつですかね。今です10なので、はい、左を取って、はい、しかもその、はい、あの奇跡を奴隷を倒しても、はい、ちょうどリーサルなんですよ、盤面だけで、ね、だからもう、はい、このね、不安定なポータルで、はい、何が出るかやってみるしかない、ね、とりあえず何かを引っ張ってこなければいけない。バカ野郎バカ野郎という声が出ました。ゼロコサンダーリザードが、はい、そして、はい、動き回る報酬をつけて、あー、これにてマシンクさんの勝利が決まりましたね。ダメだいやなんでこうなっちゃうんでしょうね、いつもね。まあ、構築が今回はかなり良くなかったなと思うんですけども、はい、それにしてもですよ、はい、その最後に時間切れでまずいから目の前にあったカード入れたやつがハンド2枚くるっていう、はいこれいやおめでとうございます。いやマシンクさんもね、いや、翡翠を育てようと思えたんですか、あの偶数デッキで。そうですね、はい、キャマ翡翠は偶数が多いと思って。あー、分かってたんだ、ね、さすがですね、はい、これは知識の差と言っていいんじゃないですか。そうですね、はい、単純にその明治だとその、うん、あのフロスボルトとかファイヤーボールが、はい、まあ、の2コスト4コストって感じで、はい、まあ、結構強いんじゃないかなと思ったんですが、はい、結構ね、蓋を開けてみたらあんまり良くなくて、うん、まあ、ちょっとその失敗だったなっていうところありましたけども、はい、まあでもね、俺らある意味では俺らしいんじゃないかなと思って、ね、ちょっと逆にそこ安心してますね、はい、楽しかったですね、はい、この企画いつからやってるかわかんないんですけども、はい、逆に言うとちょっと10連敗ぐらいちょっと記録打ち立てて、はい、あの前人未到の10連敗そう誰もそれを破れませんみたいなところにね、ちょっとね、してほしい。わかりました、 そう、ね、それを目指すという、
どうでしたか、そのせっかく、はい、あのこういった機会あったわけなんですけども。いや、とても楽しかった。本当ですか、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、普段なかなかこう友達とやろうよっていうことにもならないですしね。そうですね、うん、はい、特殊ルールってあんまりないと思うんですけども、まあ、こういう時じゃないと見れないようなミニオンと思いますし、まあ、ぜひですね、今後こういったルールが流行ると面白いんじゃないかなとは、我々思っていたりします。はい、はい、いや、ちょっと聞きたいんですけど、もしあのセンタさん、ゆっこさんの考えたテーマでデッキを組んだなら、はいはい、どのキャラクター一番に入れたいんですかね。やっぱりでも好きな女性キャラクターっていうと比較的明治に多いので、はい、あの可愛い声の明治たちを多分入れていたというふうに思いますね、はい、だからカルトのソーサラーとか、はい、それから魔法使いの弟子とか、はい、あとですね、ロックコストかな、ロックコストの、カバールのクリスタルの運び屋とか、はい、まあ、割と声が可愛いミニオンすごい好きなんで、声が結構比較的好きなんですね。だ多分明治一択だったと思いますね。なるほど、はい、マシンクさんはいかがですか、うん、どうですか、なんか好きな女性キャラクターとか。アヤが好きなんですけど。あ、アヤ早いですね。今すぐ死ねやる。いや、合ってます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 、ダメでした、リアクション完璧です。萌えポイントでした。いや、いいと思います。いや、いいと思いますよね、はい、どうしていいか分かんない時に言うしかないって頼んだんだから、はい、そうですね、ちょっとね、褒め言葉まで言ってたから怪しいですね、はい、ああ、分かりました、はい、まあそうですね、まあそんなルールも、もしかしたら、はい、もしかしたら戦闘さんは勝てたかもしれない。そうですね、あの、はい、ね、女性キャラクターに関してはね、一過去もありますから、そこが負けなかった可能性もありますけどね。すいません、まあ、あの、いや、とんでもないです。次回はまた違うルールでやらせていただきたいと思いますので、皆様お楽しみというところで、次のコーナー行かせていただきたいと思います、はい、コミュニティニュースのお時間です。はい、さあ、ついにですね、ロサンゼルスで、開催されることが決定しております2017年度の、夏季選手権ですね、こちらの大会の詳細がですね、続々と出ているという中でですね、10月の14日から16日、もうすぐですね、はい、はい、この日程で行われるという形になっております。まあ、中継がありますし、日本の中継もですね、はい、予定されておりますので、皆様、はい、ぜひ応援のほどお願いいたします、はい、お願いします、はい、そしてですね、今優勝者予想のですね、はい、ですね、キャンペーンかな、キャンペーンっていうのをやってますね、はい、そうですね、はい、優勝者予想キャンペーンがやってますね。そうですね、はい、はい、あ、ちょっと画面戻っていただいていいですか。はい、キャンペーンやっておりますので、はい、こちらも皆様ぜひどしどしご応募ください、はい、まあ、日本人選手、上選手が、ね、上選手いらっしゃいますからね、出場されますので、はい、皆さんぜひ投票して、ね、そうですね、応援してい、はい、いきましょう。ちょっと、ね、投票期間わからないんですが、はい、まあ、後回しにしとくと終わっちゃったりすることもありますから、そうですね、はい、はい、ちなみにお二人は、ウィア選手、ウィア選手、ウィア選手、そうですね、私まだ投票してないんですけど、すね、もちろん日本選手のウィア選手を、そうですね、はい、投票します。生徒さんも、あ、もう、はい、まあ、自分はですね、毎回ちょっといろんな選手に入れさ、はい、いろんな選手ですか、そうですね、はい、あ、そうなんですね、なんかね、はい、ああいう時って自分の運試しでもあるんですよ、はい、だから普通に応援してる選手に投票してもいいんですけど、はい、なんかもうふわーってやって、はい、今年の自分の運勢はどうかなみたいな、はい、恋愛運はどうなんだみたいな感じで、はい、とりあえずふわーっと選ぶんですよ、はい、大体初戦とかで負けてます。あー、そうか、負けたか。そりゃふわーっと選んでからじゃないですか。あ、そうっすね、はい、まあ、でも楽しみ方人それぞれですから、はい、やっぱり日本人は日本人選手を応援したいっていうのももちろんあると思いますし、はい、でも思い入れのある海外の選手を応援したいっていうのもありますし、はい、なんかちょっとこう自分の直感に頼るみたいな、うん、顔で選ぶなんていうのも別にルールはないですから、はい、はい、それはね、好きなように選んでいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、まあ、結果はですね、もうすぐにわかる、10月の14日から16日、どうぞよろしくお願いいたします。はい、一応選択期間なんですけど、あの10月4日からもうすでにスタートしていて、あの10月11日の出てるんですね、午後23時59分、はい、アメリカ対応時間です。なるほど、はい、じゃあもう本当にそろそろ、そろそろ、はい、あと1週間ぐらい、あと1週間ぐらいなんで、もうやった方がいいですね、はい、早いうちに、はい、というところでですね、まあ、今ですね、アプリというか、このゲームを立ち上げますと、はい、この下の方にバナーが出てきますから、そこから投票は簡単にできると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続いてのニュースなんですが、はい。はい、先ほどちらっと出てしまったんですがですね、はい、ただいまですね、デッキコンテストというものを行っておりまして、はい。今回第4回となりまして、テーマが立ち上がれ勇者たちよというテーマになっておりました。はい。で、これがですね、まあ、ミニオンを軸にしたデッキということで、はい、自分の考える勇者のミニオンはこれだっていうところでですね、それを軸としたデッキを、多数ご投稿いただきました、はい、そしてハースストーンワールド賞として2名、そして公式 LINE 賞2名、プレイヤー賞1名という合計5名の方に商品を差し上げるというキャンペーンになっておりまして、はい、ハースストーンワールド賞は私セントスと、そしてユッコさんに選ぶ
でいただくと、はい、選ばせていただきました、はい、いうものになっていますので、はい、じゃあまず早速前頭さん、ね、はい、賞を行ってみましょうか。はい、はい、自分がですね選ばせていただきましたのはですね、このクリコさんに、はい、作っていただきました動物園パラディンというものになっております、うん、まあ、自分はですね、あの動物園がそもそも大好きで、はい、まあ、タイトルからそうなんですよ、動物園とか水族館とかすごい好きなんですけども、はい、タイトルからして、うん、あれ俺のこと分かってんの、はい、ちょっとね、こっちにピンポイントでターゲティングされたんじゃないかなと。おー、そう、これね、動物園好きっていうところを知ってか知らずか、はい、もうタイトルからしてね、もうよだれもんなんで、もしかしたらセントさんのファンの可能性は絶対ないと思うんですけど絶対ないと思うんですが、はい、はい、このデッキはですね、あの、うん、非常に分かりやすいんですが、はい、さあちょっとですね、こっちマウス今日動かないっぽいので、あ、今ちょっと動いてました、ちょっと動きました、はい、あ、もしかしたらあの、あ、 お茶一応大丈夫、あ、ね、あ、それずらせば、あ、すごい、本当だ、お茶ずらしたらいけるのかな、あ、お茶効果だったんですね、反応する感じです、はいはいはい、なるほど、はい、このデッキなんですけどもですね、すごく、分かりやすいデッキ解説がこちらにあるんですけども、うん、動物園ロボと動物園の記述誌っていうのがですね、はい、3種族にバフを与えるというカードなんです、うん、で、その3種族っていうのが使いやすいというのがこのパラディンじゃないかと、はい、このですね、クリコさんは思われたそうでですね、そこでパラディンを使いまして、はい、いろんなですね、カードをバフして、まあ、戦うというですね、うん、非常に分かりやすいものなんですけども、うんうんうん、はい、まあ、みんな、あの、闘技場とかでは結構使ったことあるんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、動物園ロボとか動物園の記述誌、まあ、これもしかしたら強いかもしれないと言いつつもですね、もうあんまり使われることなくなっちゃったので、はい、まあ、ちょっとですね、今のタイミングでそこにスポットライト当てるっていうのはちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、カードがちょっと、これですね。はい。まずこちらでございます。ランダムな味方の、獣、ドラゴン、マーロック1体にそれぞれ11を付与するというものになってまして、うん、はい、さらに記述誌まで行きますと、うわ、完全に沈黙しました、マウス。あらら。うわ、あの、記述誌にカーソル合わせていただいていいですか、はい。記述誌ですね。はい、今の、あの、3種類にですね、2に付与するっていうものになってますから、はい、そういったところでですね、かなり、強くなっていくんじゃないかなというデッキであります。うん、はい、あ、ありがとうございます。そうですね、はい、面白いですね。そうですね、はい。もうタイトルからして面白かったので、やっぱりこういった、ところですね、本当にありがたいなというふうに思います。はい、では、続いてゆっこさんのデッキです。はい、じゃあこれちょっといただいて。はい、はい、私が選ばせていただいたのがトニッパーさんの、はい、正しいケレサス公爵の使い方というタイトルなんですけ ど、なるほど、皆さんケレサス公爵の使い方って分かりますか？いやいや、もうね、デッキの中からねそうですね、2コストのカードをなくして、まあ、そうですね、11のバフで、このデッキ、このカードって結構アグロデッキに使われるってイメージあるじゃないですか。ありますね。でもこちらの、あの、こちらの、トニッパーさんに関しては、はい、ドルイド の、 あのクエストデッキをクエストデッキにケレサスを入れたんですよ。ああ、なるほど。はい、それで攻撃力、はい、ドルイドのクエストの達成条件というのが、あの、攻撃力5以上のミニオン5体召喚するということで、はい、なかなか難しいですよね。はい、あ、すいません、それはもうちょっと上に。まあ、まだですね。デッキの、はい、内容に、これもカーソル合わないですね。そうですね、これ攻撃力5以上ということなんですけど、はい、このデッキにはキュレーターやシソドレイクなどいますね。攻撃力4ですね。ミニオンが入ってるんです。はいはいはい。あとガイストとかもそうですね。そうです。ガイストも入ってるんです。闘技プロモーターも4です。はい、もう全部ケレセス公爵使って5です。ああ、なるほどなるほど。早いなっていう。はい。なるほどね。すごい面白い発想だなって思う。アグロデッキしかも私も想像してなかったんで。そうですね。はい、このデッキもすごく面白いなって。なるほど。使い方に関しては、あ、一番下の方に、すいません。はい、じゃあちょっとスクロールお願いいたします。はい、一番下、もうちょっと、はい、あ、スプリングについてって書いてあるんですけど、まあ、ケレセス公爵を使用してなくても、はい、結構クエストが、あの、達成できる構成になっているそうなんですけど、はい、まあ、あとはよく、あの、皆さん読んでいただきたいんですけど、はい、いや、これは面白いなと。なるほどね。はい、まあ、こういう使い方がケレセスにあるんだ。まあそうですね。ね、はい。面白いですよね。確かに、ね、うん。そのね、着眼点がまず面白いですよね。はい、うん、まあ我々二人が選ぶのは、ちょっと面白さ重視だったりもしますし、はい、まあ、今ちょっとね、コメントにもあるんですけども、はい、勇者とか立ち上がれっていうそのタイトルに適してないんじゃないかっていうところなんですが、うん、解釈は人それぞれで、はい、今回のルールに関してはですね、そのミニオンを軸にしたデッキ。例えばこれで言ったらケレセスですし、はい、自分だったらその動物園シリーズっていうところで、はい、それを軸にしたデッキで面白さを追求していただければっていうところではありましたので、はい、こういった、お二人が、まあ、当たるという形になりました、はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
さあ、あとはですね、残りの3つのデッキに関しましては、タイトルのみ、発表させていただきまして、詳しくはデッキ .com をご参照いただきたいんですが、LINE 賞、テーマ層、使いやすさで選んだのはですね、はい、まず動物園へようこそ、入園料はあなたの命ですっていうデッキが選ばれておりますね。面白いタイトルですね、はい、そうですね、この肉まんさんの、デッキが、はい、選ばれております。動物園が今回は多いんですね。多いですね。はい、そうですね、はい。で、そしてもう一つは、シルバーハンド新兵の覚醒というですね、またシルバーハンド新兵にスポットライトを当てた、デッキがですね、はい、当選しております。これが、組んだのがですね、ヒントさんですね、ヒント24さんという方となっております、はい。そしてプレイヤー賞なんですが、今回ははるかさんに選んでいただきました、はい。このプレイヤー賞は強さを選出基準とさせていただいております、はい。タイトルが何度でも立ち上がれ、支柱に勝つパラディンと。いうデッキでございます。かっこいいタイトルです、はい。これも気になりますね。そうなんですよ。しかもね、はい、作った方、レイニーレイさん。名前もかっこいいんですよ。かっこいいですね。そうです。やっぱね、かっこよさ、はい、この二重奏っていうのもしかしたら、当選した要因かもしれない。そうですね。はい。はい、かっこよさじゃない。これは強さも。ああ、いや、そうですね。はい。まあ、基本的にはかなりですね、強いデッキということなんですけれども、うん、まあ、詳しくはですね、はい、デッキドットコムをご参照いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。で、以上をもちましてですね、全4回のデッキコンテスト終了となりました。はい、まあ、本当に多数の方にご応募いただきまして、うん、本当に、ね、ありがたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい。で、今後もですね、またキャンペーンやフェアなど行っていく予定もありますので、はい、ぜひですね、また行われる際は皆様、多くのご応募お待ちしております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、はい。ではですね、以上で、コミュニティニュースのお時間でありました。ではこの後はですね、はい、つい戦っていただきましょう。視聴者対戦のコーナーです。はい。さあ、対戦したいという方はですね、このなんでしょうね、コメント欄にですね、バトルタグを書いていただくと、はい、いうものになってるんですけども、今回はそうワイルドなんですよね。はい、ワイルドですね。ですから、ワイルドデッキもしまだ組んでないよという方いらっしゃったら、はい、まあ、急いで組んでいただいて、はい、ぜひ書いていただきたいなというふうに思います。さあ、マシンクさん、今日いろいろと紹介していただいたんですが、はい、これ以外のワイルドデッキもあるんですか？あ、いくつか。はい、本当ですか？ちょっとね、ぜひ使っていただきたいんですけど、はい、大丈夫ですか？はい、面白そうですね。別のヒーローなんかもいらっしゃいます。はい。ちょっと楽しみです、ね。はい。面白いデッキなのか、もしくはラダーで強いデッキなのか。どの。じゃあ今月ちょっとラダーでマッシュルデッキをちょっと使って。はい、それは楽しみ。楽しみですね、はい。はい。もしワイルド環境行かれたい方はね、だからもうすでにランク5になられてましたよね。そうですね、はい。もうすでになられてるんで。はい。ないですね。決まりましたね。あちらの方をですね、はい、フィールド登録を一旦していただきまして、はい、というところですね。あ、消えちゃいました。よく追加かな。はい。ですね。メイン F さんですね。フィールドシャープ、メイン F さんですね、はい、メイン F さん、はい、ここですね、マイン F さん、マインさんかメイン F さんですね、分かってましたよ、あ、マイン、うん、マイン、マインさんですか、自分もマインさんですね、マインさんですね、マインさんか、はい、マインさん準備をよろしくお願いします、はい、お願いいたします。今フレンド依頼をお送りしましたので、それを受理していただければこちらから試合を申し込ませていただきます。はい、もし来てないの、はい、はい、まあ、せっかく選んでもらったのに回らなくてトラウマっていう方もいらっしゃるけど、あ、まあ、でもそれでもね、はい、瀬戸さんみたいなね、いつでも回らない方もいらっしゃるので、そうなんですよ、そう、はい、勇気を持って、そうですよ、よかったら、はい、よろしくお願いします。自分は対戦コーナーがトラウマになりつつありますからね。もうなんかいつも家で一生懸命組んで、しかもちゃんと調整もしてるんですよ。はい、そう、ちゃんと回るか確認した後持ってきて回らないんですよ。これ悔しいですよね。ラダーで回るけど、はい、この番組だと回りませんねみたいな。ああ、これがまあカードゲーム。イエーって感じなんですよ。そうなんですよ。はい、そうですね。あ、F さんからちょっとワイルドじゃないはすみませんっていうコメントをいただいてます。そうなんですね。はじめました。はい、ワイルドじゃないということなんで、じゃあちょっと別の方行かせていただきましょう。はい、はい、あ、選んでいただきますね。お、じゃあ次の方ですね。はい、ひらがなで鶏肉さんですね。はい、鶏肉さん、ご準備よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、そうですね、どんなデッキが出てくるのか非常に楽しみですね。まあ、自分はやっぱ思い出とデッキといえばですね、はい、あれですね、パラディンですね。はい、パラディンの秘策のいっぱいあって、ああ、シークレットパラディンですか？そうそうそう、シークレットパラディン、はい。あれですごくね。あれで初めてレジを到達されたんですよね。到達しました。はい。はい、プリストじゃなかったですね。すごかった、そうですね。はい。でもなんか、やっぱりそのテンプレのデッキってあるじゃないですか。はい、なんかね、当時からやっぱひねくれてたんで、はい、絶対これ、このまんまじゃ嫌だと思って、はい。俺は絶対ティリオン弱いと思ってたんで、はい、ティリオンを絶対入れないと思ってて、はい、だからティリオンなしでずっとやりました、ね。でも今だったら、あ、なんでティリオン入れないんだろうっていう。おかしい
ですよ、そ、ね、それ。いや、でもね、何のこだわりですか。いや、もう、はい、でもこうじゃなきゃもう自分は生きていけないんですよ、うん、何かに抗わないと生きていけないんで、ね、はい、じゃあ、対戦、あ、いいですね、鶏肉さん。はい、はい、鶏肉さんご準備もよろしくお願いします、はいはい、私の思い入れのデッキというか、デッキといえば、はい、私はずっとティアフォー時代のシャーマンが大好きだったんですよ。うん、ね、あんま強くない頃ですよね。始めたばっかりのシャーマン。ごめんなさい、スタンダードで。ああ、すいません。あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。はい、はい、OK です。今のゆっこさんから想像つきませんね。そうなんですよ。なんでブラッドラストシャーマンとか、血の乾き入れで血の乾きを引けたら勝ちみたいな。運ゲーじゃないんですけど、はい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 、だから血の乾き頼りのデッキを使ってる。なるほどなるほど。はい。まあ昔からずっと強いカードでありましたけどね、はい。昔は今ほど展開力強くなかったので。そうなんですよ。あ、じゃあ始まりました。鶏肉さんが使ってらっしゃるのはシャーマンで、そしてマシンクさんが使っているのは、はい、まあ今ですね、スタンダードでも非常に強いと言われているドルイドなんですけども。ドルイドですね。はい、手札を見る限り珍しいカードが。いや、これは面白いですよ。うん。懐かしいカードも入ってますね。そうですね。お、え、返しちゃうんですか？せっかくなのに。いや、シャーマンのメイリスのポッターとか、ね、ああ嫌なんですね、はい、はい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 、他の1マナ引きたいなと。なるほどなるほど。そしてちゃんと引けるっていうさすがでございます、はい、ファイアーフライ、お、面白いデッキだな。これは今ラダーで使ってるってことはもちろん強いですね、おそらく。タイプとしてはアグロドルイドでいいんですか？はい、アグロドルイドですね、はい。さあ、しかし新しめのカードがあまりないんですね。今のところそうですね。結構入ってるんですか？そうですね、そこそこ入ってると思うんですけど、うん、なるほど。ワイルドっぽいカードは入ってるつもりなんですけど、引けないですね。相手の方もシャーマンで何ですかね。いやー、読めませんね。まだヒーローパー、2ターン目ヒーローパーってことは、ね、アグロじゃない可能性が。アグロじゃないと思いますね。かもしれない、はい、私の悔しい思いをしたコントロールシャーマンかもしれない。可能性ありますね。多分すると、いくらこのようにですね、ヘルスの高いミニオンがいるデッキとはいえ、はい、ちょっと苦しいかもしれませんね。そうですね。火山噴火で一掃されてしまいますもんね。そうですね。ただ、ここで、そうですね、ライティングストームを使えるんですけども、あんまり回避になってない。そうですね。はい、オーバーロードある割に実は11交換ぐらいにしかなってないっていう、はい、かなり場残りのいいミニオンが多いっていうところなんですが、うん、さあ、どう展開していきますでしょうか。これでもコントロールシャーマンだとしたら決して相性は悪くないと思うので、うん、ちょっともしかしたら厳しいところあるかもしれない。そうですね、こっちがコントロールシャーマンも辛いですね。そうですよね、うん、ちゃんとヘルスの低いミニしかいませんから、細かく殴っていくんですが、あ、いや、まああるでしょうね。これは強いですね、うん。ここは悩みどころですが、そうですね、前回の調整、はい、すいません、はい、そう、前回の調整でアグロドルイドがあまり見なくなったという印象があるんですけど、うん、これを使われている理由は何ですか？連機がやっぱり弱くなって、うん、はい、やっぱり使われづらくなったんですけど、うん、他のカードを入れたんですけど、はい、そのカードが、はい、そのカードがまだお披露目できてないという状況、ね、来ないですね。お、固めのミニオン来ましたよ、はい、お、これですか？これは違う、これはまあ昔からアグロドルイドに入ってるカードですけど、はいはい、そうなんですね。ボタン終了時に手札が3枚になるまで引けるので、まあ、アグロ展開すればするほど恩恵があるカードですよね、うん。いや、辛いですね。これも辛いですね。ボードを突破するのがちょっとしんどいので、はい、これは使っていくのか、一旦待つのか。そうですね、うん。どうするんだろうな。いかがいたしましょう、ご主人様。お、なるほど。全員パンチを狙っていくんですね。うん。大変ですね。まあ、こういろんな選択肢あったと思うんですが、はい、まあ、多分基本的にきついですよね、この戦い。はい、そうですね。栄養以外って強いんで。そうですね。そうですよね。抑えちゃうんで。はい、まだ多分火山噴火2枚とかあるでしょうからね。うん、これは夜勤きましたね。お、呪術。
4マナになりますね。4マナになってます。はい。お、呪術から。お、まだ怖いの来ましたか。ここから獰猛な方向を使って一体ミニオンをやられますけども、はい、顔に中点いけば2ドローとかしたいですよね。そうですね。さあこれがミニオン残ればですねまだまだ目はあるんじゃないかなというところですけども、はい、でも、もう今すでに AOE はあここで3回強いですが、うわー、これ超えるのいけんのかな。入れてたかですけどサーフィンしてますね。そうっすね。瀬戸さん大好きな大好きなペンギンですね。はい、ペンギンが2体もいますよ。いやどうしましょうかね。難しくなってきましたね。まだ AOE なんか何枚かありそうですよ、うん、まあでも相手の体力が今のところ12ですから、うんうん、回復引かれなければというところはなくはないんじゃないかなと思いますけどもね、うん、ガンガン行きましょう。全力で展開してはい、はい、ここで A 与えさせここでそうですね。これはもう除去するしかないでしょう。さあ残り10点ここで、まあでもシャーマンの方もなかなか辛いんじゃないですか。まあそうですね、オーバーロードもありましたしっていうところなんですけども、はい、まあ、加算が一発でそうですね一掃されてしまうところでありますし、悩んでいるということは加算風化は手札に手元にはなさそうですかね。多分あったら使ってると思いますね。そうですよね、はい、もう次が、まあ、もしくはライトニングストームかなっていうところですけども、これで何あるんですか。そうですね、今のところもしかしたら、ね、ドローしてきて、はい、さあドローしたカードは何なのか。何なんでしょうか。今宵の出し物はあーバーンズ。いや強いです。おこれ強いですね。はいはい、ですが一応そうですね、ドローができてあ、おーなるほど、これにてリンサル、はい、いやでも危なかったですね。いや結構危なかったですね。いやいや、はい、厳しいと思います、はい、うん、まあ、相手の方がちょっとそうですね、はい、引ききれなかったところもありましたけども見事でしたね。ちょっと途中絶望感じましたけどね、はい、でかい挑発がいっぱい来ましたからね、はい、やっぱこれは本当に今の環境で強いっていうものなんでしょうかね、アグロドルイド。いやでもあんまりメジャーではないですよね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ逆になんかあんまり今対策されてないだろうということで使ってるってことなんですかね。そうですね、コントロールが多くなってきたっていうところであえてアグロという感じなんでしょうね、はい、お見事でした。いやお見事でしたね、はい、さあ次なんですけどもですね、はい、ゆっこさんもあ、はい、まあ、そのワイルドはね、はい、結構やられてるってことですから、はい、今日はまあアグロシャーマンしか持ってきてないので、あ、もう全然全然、はい、あの申し訳ないんですけどちょっとアグロシャーマンに駆られたいよっていう方よかったら何十募集なんですかそれ。違いますか。来る人いるのかな。来る人いないですかね、はい、まあ、逆にですね、マシンクさんには解説をちょっとしていただいて、そうですね、はい、そのゆっこさんの対戦を見ていただきたいなというふうに思います、はいはい、続いてはゆっこさんと対戦したいという方、タグをコメント欄にお書きください。はい、自分はちょっとね、ワイルドは自信がないのでですね、まあ、ちょっとお二人のプレイを見させていただきたいなっていうところですね、はい、これ対戦相手は見ているんですか。あ、ですね、はい、基本的には配信を見ないようにというふうに、はい、お願いはしているんですけども、そうですね、はい、はい、まあでもコメントしちゃうのはいいですよ。はい、はい、どうですか、はい、そうですね、もうどんどんカード名とか、はい、そうですね、もう大丈夫ですか。しょうがないです、これは。もう全然全然、はい、わかりました。でもゆっこさんバレててもアグロだから基本やることあんまり変わりませんよね。そうです、変わらないです。とりあえず、はい、顔バーン、もう手札バーン、そんなことない。あ、そんなことない。いやいや、絶対そうじゃないですか。怒りましたよ。あ、怒りました。あ、そうですか。それもアグロですね。はい。さあ、アンドちゃん、重ねお願いします。あ、はーい。はい。お、今、ゆっこさんの対戦したいと結構いらっしゃいますね。あ、よかったですよ、はい。私に駆られたい方がいっぱいいらっしゃって。もうちょっとなんか、ね、言いようあるはずですけどね。あ、え、あ、本当ですか。あ、いや、大丈夫ですか。はい。はい、ワイルドさんですね。じゃあ送りました。はい、ワイルドさん、はい、ワイルド
鉄器にちなんで、うん、ワイルドさんですかね。そうかもしれませんね。どうなんですかね、うん、ワイルドというお名前はどういう由来なんだろう。面白いですね、うん、ちょっと気になりますけどね。はい、マシックさんはスタンダードルールをプレイされてるんですか。そうですね、はい。どんな曲なんですか。ちょっと私遅れてないかな。やっぱり強いデッキ使うこと多いですかね。 あんまり詳しくもないということ。今の環境だと何を使われてるんですか。はい、今ローグ、はい、テンポローグ。あ、テンポローグ、はい、なるほどね。まあどっちかというとメインはワイルドなので、まあ、スタンダードは割とこう強いデッキって言われてるものを使わせていただいて。そうですね、はい。ちょっと私がスペル間違ってる。 Y ん I Y I W ですね、最初は。はい、あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、W って書いてて口で Y って言ってます。あ、 OK です。そうですね、あ、 Y、 すいません。そうですね、横さんらしい7、はい、あ、すいません、言っちゃった。いや、いいんじゃないですか、はい、タグコメント欄にあります。これどうですか、来てますかね、ワイルドさん。どうでしょうか。あれ、ワイルドさん、はい、あ、ちょっと反応してないかな。どうなんだろうな。ちょっといらっしゃらないようだと別の方。来てないですかね。あ、じゃあ次の方。申し訳ないです。はい、申し訳ないです。ちょっと、はい、はい。じゃあともちさん。もし大文字とかもありますか。はい、ね。最初だけ大文字ですね。大丈夫ですね。はい。あれ、あ、私友達200人でした。すいません、そういうことです。すいません、一応コメントにもう一度送ってくださいっていう。そうですね、じゃあごめんなさい、行ったり来たりしちゃいますけど、ワイルドさんで行きましょう。はい、もう大変失礼いたしました。はい、申し訳ない。そうですね、ゆっこさんだってこと忘れてました。ちょっとすいません、ちょっとに、ちょっとここ最近ちょっとお友達が増えてしまったので。あ、いいことじゃないですか、友達ね。はい、はい、あ、ちょっと一時期ちょっと銭湯さんはちょっとさようならして。なんで俺なんだよ。まあいいですけど、いや、最近ログインしてない方がいらっしゃらないんですか。なんで俺切られてんの。仕事の付き合い感丸見えじゃないですか、ちょっと。嘘ですよ。本当ですか。すいません、この方。びっくりしたー。すいません、ちょっと。悲しい。はい。ちょっともう一回ワイルドさん送らせていただきますね。はい。お願いいたします。今日でもヨッコさん面白さちょっといつもの 1.2 倍ぐらいですね。はい、1.2倍ぐらいですね。あ、はい、あ、どうですか、ワイルドさん。どうでしょうか。来ましたか。あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。あ、よかったです、はい、よかったです。じゃあ改めて、スタンダード、はい、あ、ごめんなさい、ワイルドですね。ワイルドですね、はい、はい、すいません、失礼しました。はい、じゃあちょっとね、行ったり来たりしましたけども、はい、はい、ヨッコさんはアグロシャーマン使いますんでね。はい、アグロシャーマンを使用して買っていこうと思います。はい、ということは、まあ、コントロールデッキの可能性がありますかね。そうですね。あ、そうですかね。やっぱコントロールシャーマンとかが対策になってるんですね。そうですね、はい。お、しかしこれウォリアーですね。ウォリアー今どんなデッキ流行ってるんですか。難しいな、ウォリアー。今海賊ぐらいしかいないと思う。あ、そうなんですか。ということは海賊を前提にマリガンをしていった方がいいってことですね。そうですね、まあでもそうですよね、基本アグロを見越してのマリガンは大体そうですよね。はい。本当にワイルドは、可能性が本当にいろいろありますから。はい。お、いや、結構強いですね。強いですね。いいハンドになったんじゃないかなと思うんですが、やっぱり、海賊ですね。これどうしましょう。これ迷うんですけど、でもこれさすがに、はい。あ、おぉ、うん。いや、もうこれはでも。これこうして、うんうん、あ、どうだろうな。いや、これ難しいですね。そうですか。え、そうでもないです。でもこれわーって、もうこれとこれ展開していこうかな。しょうがないですよね。あ、それも出しちゃうんですね。あー、なるほど。もう海賊を一体焼こうかなという。ちょっとひどかったですか今。どうですか、解説的には。いや、でもマルグルトン出すのか。そうですね、俺もマルグルトンかなっていうふうに思ってたんですけどね。はいはい、海賊はちょっともったいないですし、うん、いいんですか、ほっといて海賊。マルグルトンで痛みはまだ大丈夫ってことですか。はい、俺は2ターン目そんなに強い動きないんで。あ、そう、まあ、でもこれがプラスに働くこともあると思いますからね。はい、
さあこのターン丸ぐるっとも使っていきますか、はい、お、来ましたね。あーこれはでも右ですね。これは左の左はちょっと苦しいんじゃないですか。左はそうですよね、海賊王に関しては苦しいのでこうしていきます、はい、これでもかなり強力なヒーローパー。まあでもお互い一緒ですけどね。はい。あーいた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 わ。あすごい、なんか今ちょっとやっぱ年取ったなと思いました。今なんかねジーンとしちゃいました。いたーと思ってそうだわ。あーいましたね、はい、これ苦しいですね。なんでしょうね、ちょっとね。でもこれ…そうですね、まあでも…あ、これテンポウォーリアじゃないですか。うん、可能性ありますね。そうですよね、はい、苦しいな、でもこれ出すしかないよ。まあでもファーメス強いですね。これ動き繋がってるのがいいですね。うん、次、ちゃんと、はい、はい、おうわいやでも全然全然、はい、でもテンポそうですね、これじゃあ海賊ではなく、割とこうテンポよりのそうですね、ゴリアであると、まあ、あんまりいないですよね多分。はい、あんまりそうですね、うん、いないですね。一回殴ってみようかな。あ、まずは、はい、まあでもでも、ね、騙しましょうかが、ね、もったいないですよ、はい、え、どこですか、どういうことかどうかは、あ、すいません、あ、いやいやいや、あのメカに22を与えるっていうのを言うんだパーメースの騙しましょうか。あ、おたけびじゃないんだすいません。いや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 、いや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 、いいことですよ。今日初めて使うデッキで申し訳ないです。今日初めて使うんですか。普段使ってんじゃないんですか。すいません。あ、そうですか。ワイルド環境今回やってないので。あ、そうそうですね。すいません。いやいや、とんでもないです。あ、そうなんだ。ね、おたけびだと思ってました。すいません、失礼しました。わ、強い。じゃあ海賊とドラゴンの入っているテンポエモリアって感じですかね。これで何が出てくるか。お、強い。最強じゃないですか。強かった。うん、いやいや、良かったですよ、でも。はい。これもアグロで、アグロっていいですかね。まあめちゃくちゃ強いと思いますよ。そうですね。まあ、相手が武器破壊とか入ってなくはないかもしれないですね。結構バリエーションのあるカードが入ってると思うんで。はい。まあでもそこを恐れててしょうがないですね。どんどん行きましょう。いやこれ読めませんね。どっちも何が入ってるかお互い分からないですよね。ああ。ちょっとマシングさんに質問したいんですけど、うん、あ、はい、あの今の環境であのパトロンウォリアって存在するんですか。チャットにも書いてあったんですけど。ああ、確かに気になりますね。結構ここやっぱあんまり見ないですから ね、 ですね、はい、コントロールが強いんでやっぱりなので基コントロールに弱いんで、なるほどね。多分 AOE で一掃されちゃう、ね、特にプリストが強いんで、はい、プリストの AOE がほとんど効いちゃうんで。そうですね、プリストもそうですし、多分あのヒトリドルとかも展開され尽くした後に三三がいくらいてもほえーって感じですよ ね、 そうですねあんまり解決ならなそうですね。お、いいですね。これ乱闘入ってるんですかね。いやー、普通は入ってない。普通は入らないですね。普通は入らない。はい、展開していっちゃうか。え？あ、そうですね。展開していきましょう。はい。いやでもよくかなりいいんじゃないですかこれ。そうですね。はい、なんとか盤面取り返しました。これを除去する手段としては、まあ、テンポウォリアーというのはその名の通りテンポを取りたいデッキであって、取られたら逆転する手段っていうのはあんまり入ってないと思いますよね。そうですね、うん、で頼みの綱のヒーローパワーもですね、まあ、今は攻撃に変わっちゃってるんで、はい、お怖いですね。いやでもドラゴンが入ってます、うん、ドラゴンとか出られるとドラゴンがまだ入ってる、トライワイト守護者、そうですね。うん、あーでもこれはかなり強いですね。うん、いやーこれお互い体力なくなってきましたね。はい、おー、どうだ、これ難しいですね。結構いろいろありますね。うん、まあ盤面取っていくか顔詰めるかっていうところで、お互い回復はまずないですから、はい、まあ、これはもう本当消耗戦ですよね。さっきドラゴン何引っ張ってったか。ですね。そうですね。
アレクストラザだったりしたら多分結構顔詰めたことが恨めっちゃいますし、他のカードってこともあるでしょうからね。もうなるほどね。あ、爪をつけた方が良かったですね。いやまあでもいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。武器破壊とか考えてる意味がなかったかもしれないです。あ、まあまあでも別にミニオン置いた方が。ちょ追い詰められすぎじゃないですか。いやいや全然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 本当にねエキシビのマッチですから。はい、そうです。うわー。怖いよ。やっぱりミニオン置いた方が良かったかもしれないですね。あこれ苦しい。これはついというかもう。あ、いけ頑張れ。アグロですねゆっこさん。なんだこれ。なんだこれ。やったー。やったー。いやーやっぱり冒頭にお話した通りバリバリ最強でしたね。バリバリなんだよな、はい、いやゆっこさんらしかったいや俺盤面取るか悩むのかなって思って、はい、盤面取り切ればまだ盤面だけだったらリーサルじゃなかったりしたから、はい、まあ、あの相手のハンド次第ではちょっと長期戦になるかなってところで、うん、ノールックで顔にバリバリいったのかな、はい、いやもちろんバリバリ顔ですよね。顔ですよ。いやでも、違う違う、ちょっと悩んだ後に顔でいいんだと思うんですけど、よかった。ブーッて、もう最速でいったから、いや、よかったですね。はい、ありがとうございました。楽しかったです。そうですね。マシグさん、どうですか、今の試合見てみて。いや、とてもなんか互角の勝負ずっと続いて一進一退良かったですよね。そうですね。はい。なるほどね。まあ、本当にデッキのバリエーションっていうのは、スタンダードの比較にならないような環境がワイルドですから、まあ、ぜひですね、皆様も、ワイルドはワイルドでランクマッチが別にありますから、ちょっと簡単に作っていただいて、まあ、軽い気持ちで行っていただければ、25ランクから始まりますから、ちょっと楽しんでいただきたいなと。いうふうに思っております。はい。はい。というところでですね、そろそろ番組終了のお時間となったわけなんですが、今日の感想なんかいただいてもよろしいでしょうか。いや、もうなんか呼んでいただいてとても楽しかった。いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。じゃあまた何かありましたら来ていただいたりしたいです。はい。ワイルド環境がね、はい、また進化したら。そうですね。はい。ぜひ来ていただきたいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今後もワイルドを中心にやっていくっていうことなんですか。そうですね、まあ、スタンダードも少しずつやっていきたいなと。なるほど。じゃあそのスタンダードで大会出るとかっていうのは今のところ考えてらっしゃらないですか。そうですね、今のところはもしかしたら出るかもしれない。いやでもね、はい、ワイルドでいけるってことは、はい、多分もうプレイングはトップクラスだと思いますから。そうです、世界4位ですからね、だから全然スタンダードにもね、ぜひ参戦していただきたいなっていう、もうなんならもう両方で世界4位だったら世界1位で、ね、両方なっていただいてもっていうところですから、はい、それこれ応援させていただきたいと思います。はい、はい、というところでですね、まあ、いろいろと今回もお送りさせていただいたんですけども、はい、次回の放送も来週の金曜日に予定しております。はい、ゲストの方も来てくださると思うんですけども、現段階ではまだ未定でございます。はい、はい、決まり次第ですね、告知をさせていただきたいと思いますので、はい、そちらをご覧ください。はい、というところでですね、ちょっと今日ね、かなり、ね、巻き巻きになっちゃいましてね、はい、まあ、いつもだったら22時ちょっと過ぎてるみたいな感じなんですが、はい、まあ、2分ありますから、どうでしょうね、まあ、ゆっこさんのトークか、はい、マジンクさんのトークでですね、つなぎたいなっていう感じなんです、ね、はい、いやもちろん、なんかワイルドに関して質問などがあれば。まあそうですね、はい、まあ、ワイルドは今この環境が割とこうもう今煮詰まってる状況かなっていうふうに思うんですけども、まあ、なんかそのなんて言うんでしょうね。全環境と比べてあまり変わらなかったのか、なんかすごく変わったのかっていうのはちょっと知りたいですね。ああ、全環境は本当にアグロ環境だったんですけど、そうですね、はい、今はじゃあコントロールに寄りつつあるっていうことですね。はい、アイランダープリストがティア1ですもんね。はい、はい、先日の調整もやっぱり影響あったってことですか。そうですね、長の調整もあって、はい。ああ、そうかそうかそうか。長がも出てきましたもんね。なるほどね。はいはいはい。はい。そうか。で、そのワイルドっていうのが、まあなんか途中で始められたっていうことなんですけども、そう、どれ、なんかその、レノを使われた、レノを使いたくてっていうことをおっしゃってたんですけど、はい、その後継続して使い続けたっていう、その、このワイルドの魅力っていうのは何なんでしょうね。やっぱり今まで見れないような、はい、あの、コンボ、スタンダードでは見れないようなコンボ
もう結構いっぱいあるので、はいはい、あ、例えばなんか好きなコンボとかありますか？うん、ワイルドの、あの、はい、パラディン、新兵パラディンっていうんですけど、はいはい、あの新兵を育てるデッキなんですけど、はい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 、結構いますよね、新兵バフ。はい、ゴマナの兵隊将校ってわかります？はい、はい、で、あれで、2につくんでしたっけ？そうですね、あ、そうですよね、はい、だからみんな3-3-3-3-3になって、はい、でさらにまたなんか適応かなんかさせるのもありますね。そうですね、はい、ゴマナに、はい、そうですよね、はい、強そうですよ普通に、はい、うん、それワイルドでしか、まあ、存在できないデッキなんで、あ、はい、で今1ターン目新兵2体出すこともできますし、そうですね、はい、運ごろでいっぱい増えたんで、そうですよね、はい、え、新兵5体出るやつも入ってるんですか？そうで、入ってたり入ってなかったり、あ、そうですね、あれちょっと重いですよね、はい、はい、なるほどね、まあ、じゃあぜひゆっこさんもあのワイルドもですね、あのコントロールぜひ作って、そうですね、はい、はい、ちょっと資産をね、いっぱい作って。そうですよね、はい、やっぱりレジェンドカードがね、ちょっとまあなかなか手に入りにくいので、はい、まあ今そうですね、はい、確かにね、まあワイルドも環境が本当に目まぐるしく変わっていくというふうに思いますから、はい、まあ、ぜひですね、皆さんにもガンガンとプレイしていただきたいなというふうに思います。はい、はい、ちょっとね、つなぎがかなり下手だったんで、そこはね、自分の反省しなくちゃいけないところだなと思いつつ、はい、もう次回の放送もね、よろしくお願いします、はい、楽しくしていきましょう、そうですね、はい、はい、というわけで、皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。